すいませんね長い長い映像を見せられていつまで続くねんっていうね気持ちになられた方も多いかと思います。すいませんあの去年の夏、選挙が終わってからで秋になって9月からずっと全国回ってんでですねでえっとやはり日本は大きくてですね広くてなかなか、えー、年内中に全てを回ることができなかったんです。そしたら 滋賀は忘れ,てる忘れてるんですかっていうようなお声をいただきましていいんですね、滋賀のことはみたいなことを言われましていや、忘れてるわけじゃないと <laughs> もちろん2020年回りきれなかったところに関して2020年こうやって皆さんとお会いする機会を、えー、作るということでした、えー、よろしくお願いいたししますす新選組代表の山本太郎ですよろしくお願いします。 お休みの日にこんなたくさんの方に来ていただきましてありがとうございます。えっ、ー、と今日はマスコミの方いらっしゃっているのかな。いらっしゃってますか。ありがとうございます。えっ、ー、と今日何をするかってことなんですけれどもこれまであの全国回ってきて、えー、どのようなことをやってたかっていうことを言うと皆さんからせあのご質問をいただきそれに山本が、えー、お話をしていくということです。で、えー、まずですね皆さんにマイクをお渡しする前に。えー マスコミの方、来ている方の中でご質問がある方がいらっしゃったら、えー、先に優先的にマイクを回したいと思うんですけれども、手を挙げてください、で所属を答えていただいて、質問をしていただくということをやりたいと思います。いらっしゃいますか、全然見えへんの、ごめん、ちょっとこのライト、ちょっと目に入って結構きついな、話が飛んじゃうな、すいません、ライト、照明いじっている方、どなたかいらっしゃいますか、直接いじる 結構ね目,目の中にガーンと入ってくるとねあの言葉が飛んでいくんですよねなんかねすいませんねなんかねそういう調整事前にやっとけって話なんですけど <laughs> すいません会場入りがギリギリになったもんでえ今調整してますありがとうございます私舞台右側のライトオッケーです左側左側もうちょっと避けられ大丈夫ですかあオッケーです大丈夫ですか私あの影になってないですか。 光当たってますかすいませんありがとうございますああよかったはいというわけで、えー、やってまいりたいと思いますけどうなったか一番後ろの方は手を挙げてましたか今マイクフォローしますのでねありがとうございます、はい、あの地元のテレビ局の琵琶湖放送の坂田と申しますよろしくお願いしますあのすいませんあの今代表からですねあの滋賀を忘れてないよと おっっししゃっていたただきましたがあの滋賀のことについてお聞きしたいんですがあの今度の衆議院議員選挙ですね具体的に今後滋賀県ではどのように動かれるのかということとですねあとあの、まあ、滋賀県ではこれまで衆参合わせて6議席全て自民党議員でしたで前回の参議院議員選挙去年7月の参議院議員選挙で野党統一候補が 勝ちまして、一議席、野党統一候補ということになりました。この動きをどのようにご覧になっているのか、お考えをお聞かせください。ありがとうございます。えっと、自民王国であると、志賀は。で、その中でも、野党の統一候補っていうところ、で勝利は収めた。というところがあるというお話でした。まあ、でも、そこ,こまで無茶苦茶なことをしておきながら、好き勝手やっておきながら。えー、野党側の票、あの議席が増やせないっていうのは。 かなりまずいことだと思いますでもその中でも、えー、そのような一議席を取れたというのはやはり塊になって戦うということのあの意味はあるんだろうとただしその塊になっただけで勝てる、えー、選挙ではないと思ってます、えー、そう考えたときにやはり魅力的な旗誰もが、えー、理解できるようなテーマを その野党の塊の旗として振っていく必要があるんだろうというふうに思います。で魅力的な旗って何だっていうことを考えると誰もが分かると言いましたけれども、えー、やはり自分の生活と密着したというか自分の生活がどうなるのかということに関して一番分かりやすいテーマをやはり掲げる必要があるだろうということなんですね。ちなみになんですけれども今日朝起きてこの会場で山本太郎という生物に遭遇する前に。 一度でも消費税を払われた方いらっしゃいますかコンビニスーパーその他はい。ということはもう今この会場の中でももう9割近い方々が消費税を今日この場に来るまでに払われているってことですね今日の午前中にってことですねそう考えるならば消費税っていう話になった途端に皆さんが当事者という気持ちが持てるってことだと思います野党が塊になって戦って政権交代が実現するならば消費税10%ですけれどもこれが 5%になるんですよっていうのはかなりパワーワードであろうとこの国に生きる多くの方々がおそらく生活が厳しい状況にあるそう考えた時にやはりそういうような人々の生活を本当に底上げし中小零細っていう方々が苦しまれてる状況になんとか手助けをするという経済政策を私たちは訴えていくっていうのはかなり私は力を持つものだと思ってますなので野党が塊になるというだけでは私たちは乗りません 野党が塊にななった上で魅力的な政策そう考えたときに消費税を5%に減税するということが選挙のメインの旗になるならば私たちは野党共闘で参加するそれが旗が立たない場合には私たちは独自でやるというのを次の衆議院選挙の戦い方として示していますそういう状態ですでえっともし独自でやる場合には全国に100人の 最大で100人の候補者を立てたいという、えー、方針を示してます。で、えー、っとごめん、日本地図熱出る？ありがとうございます。衆議院選挙って何ですかっていう話なんですけれども、衆議院選挙ってあの一人しか勝てません。一議一議席しかないんですよって言われる小選挙区が全国に290箇所近くあると。 いう話なんですねだから塊になって A orB っていうような選択肢極限まであの狭めていくっていう方が 皆さん判断しやすくなるってことですね。なので野党,野党が塊になる必要はあるって話なんですけど私は塊になるだけでは弱いだろうとそこに旗を立てるということを言ってますで、えー、衆議院選挙はこの小選挙区だけでなくもう1つ比例があります参議院みたいな全国の比例ではなくて全国を11のブロックに分けた。 全国を11のブロック北海道東北北信越北関東東京南関東みたいな形ですねで皆さんお住まいの滋賀県は近畿ブロック滋賀県兵庫京都奈良大阪和歌山の近畿ブロック、えー、近畿ブロックに値するわけなんですけれども全国11の比例ブロックと小選挙区これを、えー、投票していくのが衆議院選挙なんですが私たちはこの近畿ブロックの中で近畿ブロックの中でその 近畿ブロック全体の中の小選挙区に17人ぐらい立てられたらいいなっていうような気持ちですってことです。あくまでも気持ちいいです。なぜ気持ちなのかってことなんですけど、これにはやはり資金がいるってことになるんですね。100人立てますって言ったら入場料、供託金だけでこれ、6億円いっちゃうって話ですね。これ、入場料だけですからね。で、選挙資金全部考えたら、最低でも20億。これ、カツカツです。 でも20億いるっていう話ですからなん、えー、どれぐらいの人数を立てられるかっていうのは集まった金額からしか考えられないって話なんですね。まあ、話は横に置いといて100人立てたいですっていう話になった時に私たちは近畿 近畿,ブロックで近畿ブロック内の小選挙区で17人ぐらい立てたいという思いであるということなんです、まあ、ここ100人から131人って書いてありますけど最終的に100人にするためには130人ぐらいの幅を持って調整していった結果100人に落,ちあの落とし込めるだろうという考え方、まあ、最大は100人近畿ブロックで17人って話なんですねで最近私たちが発表したのが参議院のれいわ新選組に入った得票を 衆議院の小選挙区に機械的に割り振っていった場合、トップ100の選挙区はどこになるかってことを発表したんですね、出ますかね。 ありがとうございますこれ、あくまで機械的に落とし込んだものなんですね、必ずしもこの通りに擁立するという意味じゃないですよ、候補者擁立に向けて調整をする前提ですからってことを書いてあるんですけれど、お前たち、ここに立てるのかみたいなことを怒られてる方、はたくさんいらっしゃるんですね、ちゃんと呼んでくださいってことなんですでどういうことかとというと、まあ、今言った通りです。 参議院で令和がもらった票それを機械的に衆議院の選挙区に当てはめていった場合の得票が高かった選挙区の100ですからそれを出していったらどうなるかっ,つったら例えば北海道だったら1区、2区、3区、5区とか宮城だったら1区、2区福島、1区とか東北ブロックだったらこういう立て方になるかもしれないしこれあくまでもでも得票が多かった東北ブロック内でってことですね。 東京だったらどうなるかって言ったら人口多くなるから1区から25区まで全部になるって話になるんですねで一方で先ほどご質問いただきました近畿ブロックどこになるか京都だったら1区2区4区奈良だったら1区大阪1区兵庫だったら1区6区7区あれ市がないやんって話なんですね <laughs> まあやっぱり滋賀のこと忘れてるみたいな話になるかもしれないんですけどそうじゃないよってことなんです要は、えー、得票が高かった選挙区ベスト100を出したらこうなって近畿ブロックの中では、えー、滋賀は入らなかったっていうだけの話なんですね要は何かって言ったら滋賀,県滋賀県内にお住まいの方々が令和新選組に入れてくれたという数はそんなに多くなかったかもしれないってことです逆に言えば伸びしろがあるってことですねええー 掘り起こし放題っていう <laughs> 状態かもしれませんね <laughs>。なので、この通りに立てるという話ではないということです、じゃあ何なのかってことですけれども、えー、そのお金の集まり具合であったりとか、選挙区の調整であったりとか、その候補者であったりとか、どれぐらいの協力体制が、ここ地元、滋賀で得られるか、例えばですけれども、今日お集まりの方々、皆さんが、令和が建てるんだったら、もうその選挙、 バッチリフォローするよともう候補者となりかわってもうどぶう覚悟でも一生懸命や,やりますっていうような奇跡的な人たちがこ,これだけいればこれは心強いですよねこれは滋賀でもやれるかもしれないっていう。 話になるんんですけどそれはままだ分かりませんねなので、えー、あくまでも得票率の高かったトップ100を、えー、出した場合に近畿ブロックの中では滋賀が入っていなかったというだけの話ですなのでこのあと状況は変わる可能性はあるとだからお答えするならば滋賀県内で候補者の擁立あるのかないのかってことなんですけれども、えー、と今の時点ではまだ何とも言えないというところですねけれどもお金が集まったりとか候補者、えー この人がいいなっていう人がいたりとか、その協力体制という部分がえっ、ー、となだろうな確立できるならば、もちろん滋賀の皆さんにも、えー、受け皿として令和新選組ということを示していきたいという気持ちです。はい、すいません、ありがとうございます。他ございますか。じゃあそちらの方マイク回します。ご所属を教えてください。その後どうぞ。 ネットメディアの IWJ 京都の萩崎です2月2日投開票の京都市長選の結果を受けてのコメントと特に選挙協力についての評価をお願いしますありがとうございますえっと2月2日に投開票ということで京都の市長選があったとまあ結果私たちが推薦をした応援をした福山さんは 市長福山さんを市長にすることはできなかったってことですね。で、まあ、このことの範囲は何なのかってことを考えるならば圧倒的に運動量が足りていなかったということ以外はあの見つからないだろうってことだと思います。それ以外に総括する言葉はない。えー、もちろん現場の盛り上がりであったりとかネット内での盛り上がりというものはあったけれどもやはりそれはえー、っと。 実際に票につながるっていう話ではなかなかないんであろうと知るきっかけであったり広げるきっかけではあったとしても実際に票を積み上げるということはもっと地べたの運動がなされなければなかなか勝利にはつながらないんだろうとそういった意味で、えー、やっぱり選挙私福山さんの応援には実際選挙戦の中では3回しか応援に入れてないんですねそう考えるならばやはりフルで事前から、えー、なんだろうな 福山さんと一緒に行動を共にしながら広げていく、で選挙戦中も一緒にずっと全皇程一緒についていくぐらいの、えー、なんだろうな応援の仕方ができればよかったんですけれども、えー、なかなかそういうわけにはいかなかった、こちらの,あの予定もあったのでってことですね。えー、でも一方で、この福山さんの選挙って部分を考えるならば、えー、福山さんはもちろんのこと、その福山さんを立てたいんだ、応援したいんだっていう市民のうごめきっていうところから始まっている。 あの選挙だったんですねだからそういう意味では非常に価値があったなというふうに思いますで今後につながるんであろうと政策に関しても皆さんが本当に夜遅くまでいろんな議論をしながらこういう形はどうだってことを話し合いながら形になっていった政策ってことにも私は価値はあると思いますでまあ当然選挙は勝たなければ意味がないとも言われますで確かにそういう部分も大きいと思います けれどもその一方で次につながるような市民の連携の仕方であったりとかそういう積み重ねみたいなものがあったんだろうとそう思ってます、えー、っと他ありましたっけ京都市長選のほか何かありましたか以上でよろしいですかありがとうございます他メディアの方どなたがいらっしゃいますか大丈夫ですか大丈夫ですねありがとうございます はい、お待たせをいたしましたというわけでこれから冒頭申しましたとおり皆さんから直接山本に質問をぶつけていただくということをこの場でやってまいりたいと思いますただしですねたかか山本太郎でございまして皆さんからのご質問に答えがない場合もございますそれだけじゃなく満足いく答えでない場合の方が多いかもしれませんそんな時にですね是非質問された方がその問題に詳しい場合には山本に知恵をつけてください で、えー、山本も質問された方もその件について答えを持ち合わせていないという場合に関してはもしこの会場内であそれだったらこういうこと知ってるよって方がいらっしゃいましたら、えー、気軽に手を挙げていただいてご発言をいただくというようなことで回していけたらと思います。皆さんんからいただいたお声や、えー、いろんな、えー 提言、苦言などが先々、令和新選組の政策につながっていく可能性もございますので、えー、政治に詳しいとか詳しくないとか一切関係ないです、選挙権あるとかないとか、全く関係ないです、政治に詳しい、詳しくないとか言ったら国会の中に詳しくない人いっぱいいますからね、何の心配もございません、友達とカラオケに行ってマイクを握るときぐらいの気楽な気持ちで。 一人カラオケしてるときにマイクを握るときに、えー、感じる気楽さっていうような感じで、えー、コミュニケーションをしていけたらなというふうに思いますただしですねただし、えー、ルールが一つだけございます何かと申しますと、えー、マイクを握られて声を出されてから1分 60秒でお話をままとめていただければ助かります60秒になりましたらゴングが鳴りますので終了のお知らせがなりますのでそこまでということになりますこの音ですねで、えっと、もしその1分間の中で私がその話もうちょっといいですかもうちょっと深めてくださいっていう時には時間の延長をすることもありえます ただ、基本的には1分間そこで質問まで含めてお話をしていただくということを基本ルールとしていただきたいとなぜこのようなルールを設けるのかといいますと本当にマイク離さない人がいっぱいいるんですよ大変なんです、もう本当にいつまで喋るんだろうみたいなまだ質問のところにまでたどり着いてないなっていうような紙5枚ぐらい持ってこう順番に読み上げていくみたいな。 えー、もうそういうことをだからビックしたんですね、えー、世の中にマイク好きってそんなに多くなくて山本太郎ぐらいかなと思ったんですけど全国ツアーではたくさん生息してるんだなってことを確認したのでこのような1分ルールというのを設けさせていただくことになりました1分以内で、えー、質問にまで到達しなくてちょっといろいろ話が飛んじゃってよくわからないなという時にはもう華麗にその話題についてはスルーします流します すませんはいで次の方にマイクを回していくという形で進めてまいりたいと思いますちなみになんですけれどもマイクをお渡しするその前に皆さんにお聞きしたいのが今日この場に来た理由来た理由家族が強引に誘ったからとか友達がしつこかったからとかそういう方いらっしゃいます大歓迎なんですよ勇気を持って手を挙げていただきたいんです いいいらっしゃまますすかありがとうございます1、2、3、勇気を持って手を挙げていただきたいんですね。5人ほどですかね、ありがとうございます。えっとね、実を言いますと、そういう方との出会いを求めてるんです。逆にに言えば、えー、強引に連れてきてき 強引に連れてきて,きてくださった方にもお礼を申し上げたいということなんですね。というのは、令、え、和、ー、新選組、知ってる山本太郎、イエーイみたいな人が集まるっていうのも確かにそこであのいろんな会話がなされるいろんな交流がなされるっていうのは素晴らしいことなんですけれどもそこから出ないっていうのはちょっとなかなかしんどいものがあるとか広がらないってことですね。なので、えー、今日う5名の方が手を挙げてくださいましたけれども、えー、その方との出会いに本当に感謝をしたいと思います。でもう一つ、えーっと はっきり言って政治のことをよく分かってませんって方はどれぐらいいらっしゃいますかあら、あら、もう大収穫、ありがとうございます、えおそらく5割から6割ぐらいの方、手を挙げてくださいましたね、今ね、ありがとうございます、もう大好物、はいあの、重要なことだと思います、だって最初から分かってる人なんていませんからね。なので、えっと、お互いに みんなでいろんなコミュニケーションをしながら深めていければという,ふうに思ってます。なので、5割から6割ぐらいの方々は政治のことをよくわからないということを手を挙げてくださったので私,私が一番これは心に留めなきゃいけないことでプラス、今日発言いただく方にも少しあの心に留めていただきたいことなんですけれども分かっている者同士の会話にならないように気をつけたいということです。とにかくくく平平たく平たく 5割から6割の方々もあそういうことだったんだねっていうふうにあの理解ができるような状況そういうような空気がシェアできるような場になれば非常に意味のあるものだろうというふうに思いますというわけでよろしくお願いいたしますでは早速ご発言ある方いらっしゃいますか、はい、じゃあこのライン上の赤い服を着られた方そのまま手を挙げておいてくださいマイクをフォローいたします えすみません、高畑信也と申します。えっ、ー、と、さっきの、えー、市議会選挙に出させていただきました。しかしながら、全く、えー、私はあの選挙というものはあまり存じ上げませんでした。えー、とその中で席あ あの温かい票をいただきましたけれども、今、一番問題としているのは、高齢者の足としてですね、高齢化がこの草津市でも毎月120人65歳を迎えます、その高齢者の足として、山本太郎氏はどのようにお考えでしょうか。 よろししくお願い,いたしますあ、りがととうございますます、あ、えっ、ー、草津市で65歳を迎える人たちが今年で120人もいると、まあ、年々そういう方々が増えていくんだろうということで、えー、まあ、今言われているのは、例えば免許を返納しなければならないとかですね、そういうことですね、でも免許返納するっていうことで、その移動の自由という部分を、な、え、ん、ー、だろうな、えー、ちょっと、 言い方は悪い,いはかもしれないけれども制限するってことですね移動の自由を制限するでもしょうがないじゃないですかご高齢で運転してて危ないかもしれないからということで国や行政がお願いするならばそれに代わる何かをやはり提供する必要があるだろうとでなければ家からなかなか出られないとかということでどんどん人とのつながりだったりとか、えー、そういうような暮らしっていうものがどんどん阻害されていく可能性があるということだと思います、えー、まこ、あ、これははは究極のの中でのことは草津の中 中で決めていただくことだとは思うんですけれども、当然、その免許の返納ってことに関わっては、当然、国が主導しているものであろうと、そう考えるならば、当然、な、え、ん、ー、だろうなうん、よくやられているのは、例えばタクシーを使うのに割引が効くようなチケットを出したりとか、でもやっぱりそれって、 続かないですよねってことですね。外出するたびにお金を払わなきゃいけない。もちろん車を持っててもガソリン代がかかりますけれども、でもやはりなんだろうな、その地域で乗り合い的ななん、えー、だろうハイエースクラスの車で回すとか。 コミュニティを移動できるような形のものを行政サービスとして提供できるような部分が必要だろうとでその行政サービスとしてどういうものを提供するのかっていうのは草津の政治で語られることだと思うんですけれどもそのいや実際にそうなんですよそう,そうしなきゃいけないんですそういう仕組みなんですねでも一方で、えー、草津でその免許返納されたとかその高齢者の足となるようなサービスが提供できるための原資 国ができるのはお金を出すことなんですよ、はっきり言ってね。そう考えたときに、やはり、えー、地方に対する交付金とかっていうものを、えー、削減したりとかっていうことはやはりやっちゃいけないことだろうというふうに思います。逆に言ったらこう、う紐付きで金出してるんだったら、そういう高齢者の足に対して紐付きで金出せっていう話になっていくかもしれませんね。 地方の文になのでひ、えー、紐づけるっていう部分があるならば逆にそういった部分お金を渡したとしてもそういう部分に回らないだろうって言われる分野に対して紐付づけるべきだと私は思いますそれを解決する方法はお金しかないそう思ってますでお金ってことなんですけれども地方の政治地方の、えー、自治体っていうものに関してはお金を作る能力がないんですよ 能力がないっていうのは何かっていったら要は国は自分たちでお金作れるんですけれども地方自治体は自分たちに入ってきた収入の中でやる以外は方法がないってことですね足りない分分は基金をくりあの崩したりとかっていう形でやっていくしかないだとするならば私は通貨発行権を持ってる国が やはり必要な部分に関してはお金を作り、地方政府に対してもお金をやはり配分していくってことが必要なんであろうというふうに思います。ありがとうございます。で、今の方あれですか？選挙の準備期間でどれぐらいだったんですか？マイクもう一度回してもらっていいですか？今の方に。区殺し区が区殺主義改選挙に出られた158票ってことですね。そうなんです。そうです。えーと。 準備期間として、ちょっと、えー、バタバタしてまして、えー、半年ぐらいでした半年、はい、これあの、なんだろうな、当選のボーダーって何ぐ票ぐらいですな,なるほど、なかなか厳しい戦い,かかか戦いだったと、でもその一方で、えー、準備期間短かったけれども、158人の方々に投票いただいたということなんですね。 はい、はい、なるほど、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、えっと、結構ですね、私も、えー、私が政治に対して目が向いたのは、原発事故からなんですね、で原発事故以降、えーとい、いろんな市民運動みたいなところだったりとか、集まりみたいなところにいろいろ出ていくことがあったんですけど、その,その中で、じゃあ、選挙に出ようじゃないかみたいな方々もいらっしゃったんですよ、ところどころ。 どちらかというと、ノリで出られる方が結構いらっしゃってで、ノリでは勝てないってことなんですね、どう考えても。だって、本当に丹念に地元を回りながらっていう足を使って票を確定させていっているっていう人たちが議会の中にいるわけですから、いきなりノリで出たって、あの勝てるはずないんですよ。 じゃあ何かっつったらその半年であったり1年っていう期間を本当に丹念に一軒一軒回って困ってることは何かとかっていうことを積み重ねていくっていうことをやった人に議席がくるってことなんですね、まあ、おそらく準備期間が非常に短くてなかなかこうあのそういうなんだろうな多くの方々と。 交わる機会っていうものも持てない状態だったのかなと思うんですけどでもやっぱり、なんだろう、やっぱ俺が立たなきゃだめだろうと、やっぱり今足りないものを私が言いに行くんだっていうその気持ちがある人にやっぱり言っていただきたいなと思うんですよね、なので、あの先々はあるんですか、何かこう、また選挙に出ようかなっていうお気持ちは、あるんですかはで。ということは何年後ですか、4年後、市議会選で。 北西でなるほど、えっともう風がビュービュー吹いてる状態だったら可能性あるかもしれません、追い風が、あのなんだろうな、ビュービュー追い風が吹いてるところに入って受かるってことは可能かもしれないですけど、現実的には多分難しいと思います、なので、やはり一歩一歩、ステップバイステップで行くしかないのかなっていう感じだと思います。 市議会議員選挙この中に地方議員の方いらっしゃいますかいたとしてもここでマイクを握るわけにはいかないみたいなああ一番後ろの方いらっしゃいましたねいいですかちょっとお話聞かせていただいてありがとうございますもう一度手を挙げてくださいマイクフォローしますので市議会のパワーバランスってどんな感じなんですかね自民党がこれぐらいの全体がこれぐらいで自民党が何議席持っててとかそういうことから教えてもらっていいですかえっとうちの、えー、湖南市議会ですけども まあ、半分半分っいうところです。はい。半分、かなりバランス取れてますね、半分半分。はい、与野党で半々ですか。そうですね。はい,はい。<か>ちなみに、えっと、何期やられてますか。え <laughs> 一期目です。一期目ですか。はい、ええー、ちなみに、どういう日頃から活動されてますか。えー、っと、議員になる前、どういうような地ならしをしていきましたか。えっと、私、先ほどの方とちょっと違いまして。 えー、急遽出馬させていただいて一、えー、月で一月ではあ、い、何な,な,んなんですかバック誰なんですか、えー、ご存知の方だと思います <laughs> あそうですかそのような協力の後ろ盾とかあるとまた話変わりますねだからあの地盤だったり看板だったりっていうものが背景に少しあれば多分追い風と言いますか あのちょっと底上げをしてもらえるってところはあると思います。でも完全にそのゼロメートル地帯から始まるっていうところであるならば、やはりこう一件一件こうあのつながっていくっていうことが必要になっていくんだろうと。ありがとうございますご発言いただいた方ありがとうございます。そうですか。やっぱりあの国政はもちろんのことなんですけれども、やはり地方の議会に。 一番近いところで皆さんのお金の使い方が決められているっていうところに、えー、なんだろうな心ある人たちを1議席でも増やしていくってことが非常に重要だろうという,ふうに思ってます一方で、令和新選組としては自分たちの看板を地方議員の方に背負っていただくっていうことはしません、これ、今までの政治とは全く違うんですね、組織を作っていきながらって話なんですけど、どちらかというと、そうではなくて、やはり。えー 市民のためにしっかりと頑張る無所属的な人だったりとかそういう無所属的な人たちが集まっていって地域政党だったりとかっていう形になっていきながら連携をしていくっていうのが私一番なんだろうな あの議会に対してもう一つしがらみを持ち込まないっていうようなやり方なのかなというふうに思っていますそれがうまくいくかどうかは分かりませんでも私たちはそれをやっていこうという考えですすいません他ございますか全然政治に詳しくない方でもいいんですよあの遠慮なさらないでくださいねじゃあ、えー、と次は一番前の方行きましょうか手を挙げておいてくださいマイクを渡す人が分かるようにありがとうございますはい、えーっと 私は日米貿易協定がすごく怖くてあんな,なんかこう何が決まどういう内容かもわからないのが通るはずないと思ってたんですけども去年2項目か通ってしまってすごく怖いなと思うんですけどもそれを阻止するには野党の方々が頑張っていただくしかないんですけどもそれを期待してても全然同じだと思うんで私たちができることって何だと思いますか ありがとうございます、えっと、日米 FTA のことが今、ご発言あったと思うんですけど、日米 FTA とは何ぞやってことをご存知の方、どれくらいいいららっしゃいますかおそらく10人以内ですね、おそらく150人以上の方がいらっしゃると思いますけれども、10人いない状態ですで、どうしてこんなに知られていないのかってことなんですけれども、まあ、あの詳しく報道されないという部分も大きいと思います。 でなぜ詳しく報道しないのかってことなんですけども内容が複雑だという部分もあったりとか基本的に何なのかがよくわからないってことなんですでよくわかってないのはテレビ局だけじゃなくて政治家自身がよくわかってないってことですどうして政治家がよくわかってないかっていうと情報が提供されないからなんですよ要は何かって言ったら日本とアメリカの間の貿易の協定の話なんですでその中でかなり広い分野にわたってこれから交渉が行われていくっていうことを、えー アメリカ議会でどれぐらいアメリカ議会で事前に説明をされたその幅っていうのを見せてもらえますかありがとうございますアメリカ政府はちゃんとですね説明してますアメリカの議会向けの説明文書っていうのが出されたってことですねでその中には日米 FTA で獲得されていくものが何なのかってことなんですけども全体で22項目あるって話なんですよ22項目そんなにあるって知らなかったでしょっていう話なんですね でこの22項目のうち、えー、先の国会で通った部分っていうのが、えー、2つ、物品貿易と、でえー、そうやな、えー、物品貿易とデジタルの物品貿易およびサービス、越境データ移転、この1と8、一と八ですね、この部分に関して話し合いがなされてきたってことなんですけれども、えー、何かっていうと、この先、この内容っていうのは、22項目を埋めるために進んでいくっていう状況だと思います。 で先の国会ででは2つ決まったよ。でもこの内容に関して例えば決まった2つっていう話し合われた2つに関して日本とアメリカの間でどういう交渉がなされてきたのかっていう経緯が分からなければどういうものかが分かりませんよねはっきり言ってどんな交渉過程だったんですかその過程が見えるような内容が分からなきゃだめなんですけどその過程は一切出てこないってことなんですよ。 じゃあ何かって言ったらよくわからないままみんな賛成してるってことですね賛成してる人たちこんなのってありってことなんですよなしでしょ普通これ TPP も一緒ですね TPP の場合はその,、えー、その交渉 TPP って何かって言ったら太平洋を取り囲むような12か国十二か国で人、金、物を自由に移動させようみたいな取り決めなんですよ 要は、えー、フリートレードに対して一番ん、えー、だろうなハードルとしてそびえ立つのは何かっつったら関税ですよねってことです外国からのものを輸入してきて国内製品を守るために関税を設けてますとこれがあったら人金物の自由な移動なんて無理でしょう関税撤廃しようでもう一個その貿易に関する国内のルールこのルールがあったら人金物自由に動かすの無理だろって関税と ルルール非関税障壁この2つを完全に撤廃することを目標として話し合われているのが TPP だったってことです12か国でもそこからアメリカが抜けちゃったってことですねでもアメリカがありきで絶対 TPP を釣ってた日本側はアメリカが抜けてもそれを結んじゃったっていう話なんですその TPP のどのような交渉が行われてきたかっていう内容を知らされてないんですアメリカの議会ではその内容を知ることができる 人は限定されるけど国会議員であるならばってことですね。けれども日本の国会議員はその過程っていうものは知らされる立場にないむちゃくちゃでしょこんなの一体何に賛成されてるんですかって こ交渉文いろんな文書8000ページ以上あってっていうような状況の中でそれ完全に読み込んでいる人何人いるんですかってことですよ、プラスその文書が作られる元となるような交渉の過程も知らされずに、いや、だって TPP にはです、ね、秘密を守らなければいけないっていうあの取り決めがあるんです。っっていうこととでず あの内容を知らされなかった一方、この日米 FTA はそのようなえ秘密を保持しなければならないというようなルールを定められてなかったって話なんですよねけれども、内容を教えてもらえない、逆に言ったらその内容が漏れてしまえば反対の意見が増えてしまったら困るから、逆に出さないっていう方向にしたんじゃないかって話でですねでごめんなさい、えー、何にしようかかなななどういういここととのかってことなんですけども、えー 農業を差し出して、ざっくり言えば農業を差し出して、それによって自動車で自分たちが利益をもっと得られるような形にしようという話なんですよ、結局は。で、それがうまいこといったのかってことに関して、東大の鈴木教授のやつ出ますかね。日本とアメリカの間で交渉して、日本側に有利なことって引き出せたことあるんですかってことなんですよ。<laughs> ないでしょう。 だっってて植民地のままなんだからってことですよだとするならば日本とアメリカがこう一対一でやるっていうのは完全に不利な状況に陥る可能性が高いってことですねだから12か国でなんとかっていう話だったと思うんですけどアメリカが抜けちゃったんで TPP はアメリカ抜きで決めてそしてアメリカと、ね、倍でやるっていう話になっちゃった。 日米貿易協定さまざまな政府の嘘ということで参議院の審議の中からですねどういうことがあったかということをいろいろとまとめてみましたと日米貿易協定さまざまな政府の嘘どんなことがありましたかアメリカは自動車関税の撤廃を約束したということを言い続けていたでもしてなかったんです他にもアメリカからの牛肉輸入は TPP の合意以内いいえ TPP 超えですよ 米、乳製品は勝ち取ったっつってるんですけど違います先送りされただけ自動車のために農業を差し出し続けないいいえ差し出し続けます日米協定はウィンウィン両方ともにプラスがあるんだからいいじゃないのそんな国益に国益をあの国益に国益に打撃が与えられるようなことはしませんって言ってるんですけど違いますよ日本が失っただけじゃないか例えば農産品で見たら関税の撤廃率日本は72% アメリカは1みたいな。すごいですね、はいまあ。というようなことをもっと詳細にあるんですけどこれ以上皆さん聞いてもちょっと気が遠くなりそうですか <laughs>、はいあのまあ、とにかく何かって言ったら、まあ、一個一個説明していったら結構あのこれでも簡単に説明しているものなんですけれども、まあ、話ややこしいってことですね。 こんな話ややこしいもので対決っていうよりかはもっと多くの方々が理解,してるもので理解してくれるもので対決をしていくべきじゃないかっていうような戦い方を選んだのが先の国会でのおそらく野党側の戦略だったんじゃないかなと思うんです。そそれは何かかっ,ったらおそらおく桜を見る会とか もちろんあれも大問題ですよ。だって今日はお集まりの方に私がここからどっかねいいホテルの食事とか酒とか配り始めたらみんななんか山本太郎の考え方なんかおかしいと思ってたけど実際会ってみたら悪いやつじゃないかもしれないぐらいになるかもしれないですよね。ねえ。 まあ,このこのまあ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 ,まあ,あのい、うん、間違ってる部分もあるかもしれないけど、確かに、そりゃそうだなと思えるとこもあったよみたいなこと他の人に喋ってくれるかもしれませんよね、ここでいろんなもの振る舞ったら、それやったんですよ、あの人たち、税金で、<laughs> 有権者買収、すごいですね、堂々とやるっていうね。 まあ当然それは大問題でありそればかりでなくそこに参加した人たちのリストだったりとかいろんなものその前夜祭で行われたことの明細が出てこないとかいろんなものですねもちろん公文書っていう部分に関しての扱いの問題であったり数々の問題が絡んでて逆に言ったら何、えー、だろうな5000円の会費でそんないい思いできるんですかってことにみんなにピンと来てもらうっていうことで多分勝負に出たのかもしれないですね。でもこの 先ほどの日米 FTA っていうのは、おそらく日本の先々の、大きく日本の主権というものが揺るがされるような状況に陥りかねない話なんですねそうか、まだまだこれから続くわけですから、その入り口を作っちゃったってことです、でじゃあ野党側が何できたんですかってことなんですけれども、体張って止める以外ないんですよ、はっきり言って。 で日米 FTA って協定だから衆議院通っちゃったらもう30日以内ぐらいで通っちゃうんですよ参議院では。ってことは衆議院で徹底的に体張りながらもう地べた這いつくばってでも絶対にあのやらせないもちろん数が少ないわけだから野党側がいなくても国会の中ではもうどんどん審議が進んじゃう状態ですから委員会とかどんどん回していかれて野党がいなくてもどんどん話は進んでいくんですけどじゃあそうはさせないってことで例えば委員長室の前 委員,長委員長が、委員長室の中に入った途端にもうあの、委員長室から出さないとかですね、でそういうことをやらなきゃだめなんですよ、ピケ張るとか、委員会開かせないとか、でどうしてそんな往生際は悪いこと、野党をやり続けてるんだって問題に対して、マスコミが放送せざるをえないっていう話ですね、ネタを提供しなきゃだめだってことなんですよ、全国つつうらうらの皆さんに、日米 FTA っていう得体の知れないもの、そしてこういう可能性があるよってことを、徹底的にやらなきゃしょうがないんですよ。 最終的には通されるかもしれない通されたとしても少なくともそのまま通すよりかは多くの方々がまずいもんが通ったんだなっていうことをシェアできるような状況にするしかないってことなんですねじゃあ一方で衆議院ではどうなったかってことなんですけれども衆議院では、えー、その衆議院のこれを日米 FTA を審議していた委員会では参考人質疑も行われてないんです 普通、重要な法案とかに関しては、じゃあ、専門家の話聞こうぜっていうような参考人質疑とかも行われるんですけど、参考人質疑すら行われていないってことなんです。すごくないですか徹底的に戦ってるかって言ったら、そうとは言えないっていう話だってことなんです。何かとバーターした、何とバーターしたか、桜を見る会で政権を倒しに行こう、そのためには、えー、国会に総理を登場させなきゃいけないってことで、多分 多分戦略だったんでしょうそういう戦略だったんでしょう、これで倒せるぞっていう、まあ、えっ、ー、と、2月8日現在ではまだ倒れていないという状況です、すみません <laughs>、まあ、圧倒的に数が違いますから、絶対に通るんです、どんなことでも。どんなことでも通ったとしても、やっぱりとんでもないものを通そうというときには、大きな騒ぎにしなきゃならないってことですよね。 一人でも多くの有権者の方々にこの国に生きる人々に対してこんなことをやろうとしてんですよってことが伝わるためにはもうピケ張ってとか体張ってっていうことをやる以外ないもちろん議事録とかでね残していくこと必要ですよある一定のところまでは審議をしていってやっぱりまずそうなことまずいことになるんじゃないかってことが浮き上がってからは私はそういうような徹底抗戦っていうことをやっていくしかないんじゃないか。 それが少数派に残された戦い方なんじゃないかなっていう,ふうに思うんです、だってあっさり通ってるやんってことです、でも通っちゃったけれども、この先どういう戦い方があるかって話なんですけれども、当然、この先にも議論はあるわけだから、22項目のうちの2つしか通ってないわけだから、この先もそういうようなことはできやれるだろうと、私は思います。はいまあ、やるかどうかは別ですよ、国会の中が、でもそれをやらそうというような動き、プラス、やはりそういうことをやってくれる。 体を張ってでも止め,て止めるんだっていう気概を持った議員をやはり送り出す以外は方法がないということだと思います。す、ま、べ、あ、てはこれ,までのこれまでの皆さん、ここにいる皆さんじゃなくて全国の皆さんの投票したり投票しなかったりとかっていう結果が今日につながっているっていう部分ですね。 だからその根本の部分を変えるということをやはり目標としていきながらで目の前の少数であったとしても最大限やれることはあるだろうということをやはりお尻を叩くいやでもそんな今どきはやらないだろうとなんかそんなもうど,どっちみち通るもんに対して何をがたがた言ってんだとかっていう問題じゃないんですよこれそういうこと心配するなってことなんですよ。産経新聞にどう書かかかかれるわかからないとか 何をちっちゃいところでビビってんだって話なんですよ。ネットで何か言われるかもしれないとか、そんなこと関係ないだろうってことですね。国益、非では皆さんの生活にどういう影響を与えるかという視点から徹底的にやるんだっていう姿勢を持つ塊でなきゃ、どうして入れてくれんだよって話ですよ。だって対立、対立軸がよく分かんないっていうか、徹底的に戦う人たちにこそ託しますっていう結果になるんでしょってことなんですね。だからそういういい塊になっていけば私は 政権交代への目ができていいいいくんじゃないかとううふうに思いますすみません、満足いくあのお話ではなかったかもしれませんが、他ございますか、すみません、えー、っとじゃあ、そちらの、えー、マスクをかけて、眼鏡をかけられた女性ですかね、すみません、手を挙げておいてくださいね、マイクをフォローしますので、大きく手を挙げていただかないと、マイクの方が分かりません、ありがとうございますすいますすせん、えー、っと2つほどお,お尋ねします。 えと消費税ゼロにしても、えー、法人税上げるとなると、やはりあの雇用を絞られたり、えー、会社の株式が下がってきたり、やっぱりこちらのデメリットもあるのではないかと思,われ思うんですけれども、いかがでしょうか、あと一つ、えーっと、7月にある東京都知事選挙に山本さん自身が出馬され,るされますか、以上です。 どっちかから答えような、じゃあ、都知事選から、えー、と都知事選に出る、出ないっていう話がどうして表に出てきたかって言ったら、立憲民主党の議員の方が、えー、とそういうようなご発言を少しされたことから始まってるんだろうというふうに思います、で私からしたら別にあの自分から言い出したことじゃないですよっていう話ですね、えー、今のところはそんな状態です。はい。 でえっと、一応、マスコミ向けには選択,肢選択肢としては排除しないという発言をしていますでも、それ以上でも以下でもないということですで、えー、消費税ゼロにした場合に雇用が絞られたりするんじゃないかという話ですねつまりは消費税をやめた場合にその財源をどこから持ってくるんですかという話につながっていくと思いますで今のお話では法人税をより多く取っていくという形になれば当然、海外に逃げたりとかする人たちが出てくるかもしれないしそれだけじゃなくて、えー そのコストを絞るという意味で雇用とかっていうことでなんだろう影響する可能性があるんじゃないかっていう話なんですけどもえー、っとですねどっから話していけばいいかなまずこの国が20年以上のデフレだということはもう皆さんよくよくご存知なことだと思います。 ね、もうこんなに景気が悪い状態というか成長し続けない国というのは先進国の中では日本だけってことですねどの国も緩やかに成長をし緩やかにインフレっていう状態日本は一方で20年以上のデフレ成長をしていないという状況があるつまり何かって言ったらもう完全に衰退の方向に入っちゃってるってことですねでこの中で失われたものは何か20年以上のこのデフレで失われたものは何かってことを考えると需要ですってことですね 需要って何ですかっていうと消費ですよねでもう一つは何かっていったら投資ですよね消費と投資この2つが20年以上失われてるわけですから当然世の中にはお金が回らない状態になっていくってことですよね人々は将来に不安があるお金を出さない、ね、出したくないもしくはもう出す状態にないって方々も多いでしょう物を売れないっていう状態でそれに対して企業側もここで大きくじゃあ投資してやろうかってこあの方もなかなかいらっしゃらないってことですよね ごめん GDP でる、はい、景気を良くしたいというのはおそらく多くの方々が願っていることかもしれませんで、えー、景気を良くするためには当然結果経済規模が大きくなっていかなきゃならない経済規模っていうものをじゃあ何で見るかっつったら GDP でも見れますよね国内総生産ですってことです国内総生産って何ですかってことですけれどもこの4つで構成されてるんじゃないですか大体ってことです1つ 個人消費皆さんがお金を使うという行為ですよねで隣民間の投資企業側が、えー、機械を入れ替えたり工場を作ったりっていうような投資だったりとかで政府の支出国が出す金ってことですよねで輸出から輸入を引いた純輸出っていうこの4つで構成されてるってことなんですけれどもじゃあ GDP の中で一番割合が大きいものどれですかどれが一番大きいですかっつったらどれですかね 個人消費おっしゃる通りですこここですこの GDP の6割占めてるのが個人消費ってことですね。ということを考えるならばじゃあ景気を良くしていくためには何が必要かってったらこの個人消費がもっと喚起されなきゃならないってことは何かってったら皆さんもっとお金使えるようにならなきゃ景気よく,よくならないってことですね。じゃあお金を使えるように何をすればいいかってったら一番は景気が冷え込んでるんだったら 個人消費が弱って民間がと、民間投資もしないという状態だったら、ここしかないんですよ、やれることが。やれることをやらなかった20年以上、結果、デフレが続いてるっていう状況、じゃあ何ができますかって言ったら、今よりもお金を使えるっていう量を増やすためには、例えば消費税、要は物を買おうとするときに罰金取られるわけですよね、この罰金をやめますってことになったら、当然、これ、消費は喚起されるってことです。 強制的に物価を引き上げてきたのが消費税ですから一方でみんなの賃金上がってない実質賃金下がりっぱなしのところに強制的に何度もデフレの中で物価の引き上げをやってきた生活みんな苦しいです当たり前って話なんですね何やってんだって話なんですなので例えばですけれども個人消費弱い民間投資弱いじゃあ政府が金出す以外はない そそれここが経済政策だってことですねじゃあそこで消費税をやめますって話になった場合実質どういう効果があるかってことですけれども消費税やめるのに必要な財源26兆円ぐらい26兆円26兆円消費税をやめますってことで失われるように思うかもしれないんですけどこれ逆26兆円皆さんに対して政府が支出してるのと同じことになるってことですね。 消費をより喚起するためにそういうことが必要になってくるだろうと、で、その政府支出と同じ意味合いを持つ消費税をやめた場合にどうなりますかってことですけど、当然、物売れますよってことなんですよ。消費税2%上がるだけで、だって、上がる前に物を買おうとした人いるでしょってことなんです前に5%から8%、3%上がりますっていうときにも、物を買おうとした人いるでしょ、上がる前にって。それと逆のことが起こるっていう話ですね、当然。 そういうい話ですです当然、この個人消費喚起されていけばこの民間投資ってところも喚起していくことになると。というよりも消費税が実際に廃止にされる前からそれは動き出すってことです、この民間投資が。だって今のままじゃ生産追いつかないかもしれないとか人手を増やさなきゃなんないとかそういうようなマインドになっていくってことですね。それに対してじゃあ、えー なんだろうな従業員に対してその処遇っていうものを引き上げるような企業に対しては減税とか他にも、えー、その設備投資をしたところに対しては減税とかっていうことをやっていったとしたらそれは加速していくでしょうってことですねで今お話しい,ただいてたじゃあその26兆円失った部分に対して、えー、何で補っていくんですかってことに対してそれは財源の話に行きますね何で補いますかって話ですけど えー、税金で取るか、新規国債の発行でいくか、その合わせ技でいくかということで話が変わってきます、じゃあ、税金でいくんだっていうんだったら、何で取るかって言ったら、もう取り方決まってんですよ、ないとこから取るな、あるとこから取れって話になるんですね、つまり何かって言ったら、過去最高益、あのバブルを超えてるような企業側から真っ当な税率でいただくということが一つ。 で金持ちで、えーえー、今はもう金持ちに優しい税制になっているその部分を改めていきながら、えー、例えば最高税率の引き上げであったりとか株に対して税率が引き下げられている部分をすべ、えー、て所得税として取るとか分離課税されているものを総合課税にするとかっていう,ような形ですねそういう形でやっていくということだと思います。でそれに対して えーまあ、海外に逃げるんじゃないかっていうような話もありますけども、海外にはおそらく逃げません、どうしてかっていうと、海外に行かなきゃいけない理由っていうのは、物が売れない20年以上が続いている現状なんですよね、そういうところなんです、何か、すみません、経産省、ありがとうございます、経済産業省海外事業活動基本調査、2018年バージョンってことですね、どうして海外に出るんですかってことを聞いてるってことなんですけれども、それに対してなんと答えているか、企業たちは。 1> 第1位、これ複数回答ですよ、いくつもチェックしていいってことです、該当すれば。第1位 68.、68.6%、どうして海外に行くんですか、現地での製品需要が旺盛、または今後の需要が見込まれる、物売れなきゃ意味ないよねって話なんです、物売れない日本で将来あるかって考えたら、やっぱりこれ難しいな、日本国内には投資せずにお金として置いとこう、内部留保がたまる理由ですよね。もう一つ 第2位 25.、25.9%進出先近隣三国で製品需要が旺盛または今後の拡大が見込まれる行った国だけじゃなくてその周辺でも物売れそうなんだよという話ですね物が売れなきゃ商売成り立たないという当たり前のことで海外に出ていっているということがこの調査からもわかるとでもそうは言いながらも税制の優遇とかあるから海外に行くんですよって言ってる人たちもいるこの複数回答の中でもいらっしゃいますどれぐらい 8.7%税制、融資等の優遇措置があるっていう話なんですね、まあ、これを考えたならば、何が言えるかといったら、物が売れなきゃ意味がない、それでこの20年以上のデフレで、この先未来、日本にはなさそうだな、少子化、これに対しても克服なんてしなさそうだなっていうことがもう明らかなわけですね、企業側からとってみれば。そう考えたときに、この消費っていう部分を大々的に喚起していきますよっていう政策。 これこそが企業側が一番よく分かってるんですよ、だって、エンジン6割なんですよ、個人消費が、内需国なんですよってことです。ってことを考えるならば、国内にいながらにして消費が喚起されるってことは、ビジネスチャンスが舞い込んでくるってことですから、それに対して乗るか、そるかって言ったら、乗るしかないでしょってことなんですよ。私はそういう方法でやっていくしかないというふうに思ってます。結局、消費が喚起されていくってことになれば、売り上げも上がるわけですよね。税収も増える 売上が上がることによって私がやりたい法人税の累進化要は儲かってれば儲かってるほどそれなりにパーセンテージは上がり儲かってない時にはパーセンテージが下がるっていう方法だから当然今払っている税率よりも儲かってるときには高い税率になるかもしれないでもこの国内の景気っていうのがこの内需でしっかりと回されていってるっていう状況なのであるならばこれ乗りますよって話なんですよ 乗るしかなないだろうって話なんで、すねで税率が高まったとしても、それをそのまま税金で払うっていうよりかは、だったら従業員に分配した方がいいだろうとかっていうような話にもなっていくだろうというふうに思ってます。はいえー、とそんななところかな私か私ら言えるのは この20年以上失われ続けた衰退が続いている国に対して国が本気で経済政策で底上げをしようという姿が見えないから海外に出る企業が多いけれどもそこに対してちゃんと向き合ってこのエンジンをフル回転させますよということを進めていくならば私は企業側は乗っていくだろうというふうに思ってます逆に言えばその内部留保を投資に回していただけるような状況を作っていく必要がある逆に言えばその内部留保に対して手を突っ込む ととかっていうようよなことは議論,され議論といいますか、格闘でそういうことを言う人いますけど、私はそれには反対です。そういうことはしちゃいけない。なぜならば、だって政治を動かして、そのようなお金を手に入れたわけですよ。選挙一生懸命頑張って議員を送り込んで、自分たちに利益を誘導するっていうような政治を確立したわけだから、それは民主的手続きを踏んだ話なんですよ。逆に言えば、それによって得た利益っていうものを横から手を突っ込む話じゃなくて、逆に私たちが、 企業側がやってきたようなことで、この国をコントロールしていく、人々の政治、人々のための政治を作っていくようなあの形を民主的手続きで作る,作るっていうのが私、重要なんじゃないかと、で、国がしっかりと成長戦略っていうものを打ち出していきながら、そこに貯めてる内部留保を流し込んでもらえるような形をやっていくっていうのが私、真っ当なやり方じゃないかなっていうふうに思ってます。すすいまません他ございますか じゃあその非常口付近でブルーっぽいお服をあそうですね今いいそうですあのペットボトル持たれてる方ですねそのまま手を上げておいてくださいマイクフォローします <laughs> 太郎さん次当ててやーって <laughs> そういう交渉はいたしませんあ,あ,あ,あ、えー、っと あのまずはあの滋賀に来ていただいてありがとうございます、えっと、お願いが、えー、2つと、えー、質問二2つでお願いします、まあ、お願いの方はですねまずはあの第一に健康と第二は身の安全というところでよろしくお願いしますで質問の方なんですけども、えー、っと私はもう政治の腐敗っていうのはもうお金だともうお金が原因だと思ってますでえー、っとれいわ新選組のいいところっていうのはやっぱ個人献金でやってるっていうことだと思ってまして えと山本太郎さんの、えー、企業献金に対する考え方を教えていただきたいというのが一つで、もう一つは、まあ、先ほどちょっと出ましたけれども、まあ、経団連とかですねそういう大きな団体に対して、もし、えー、山本太郎さんが政権を取られたときに、どういうお付き合いというか、まあ、対応されるかという、この2点を教えてくださいいお願いしますありがとうございます、まあ、あの企業献金、まあ、これやっぱりちょっとコントロールした方がいいですよね。 というのはあるんでですけどでも企業献金じゃなかったとしてもこれ個人献金で上限までやっていくんじゃないですか、おそらく。だって向こう,の向こうは頭数いるわけですから社員に別にそれを寄付させればいいわけですよね、社員とか関係者に。そう考えた時にやはりあの その企業献金のあり方っていうものも改めていく必要があるけれども、やはり根本の部分として、政治に対してお金がかかりすぎるっていうところを是正する必要があるだろうと、例えば供託金であったりとかですねあの、その選挙の体制であったりとかっていうことに対して、おそらく満足いく選挙やろうと思ったら、最低でも1人2000万円いりますね、これでも足らないぐらいですよ、ぎりぎりだってあの、参議院選挙の時に河井さん、1億5000万円、党からもらったんでしょ、うらやましい、いいな、自民党。 お気にに入りななったらそうなるんですね。充電地区になったらそうなるんですね、まあ、でも、そういうことを考えるならばあまりにもお金がかかりすぎているっていう政治のあり方だったりとかそのルールだったりっていうのをあの改める必要があるだろうという,ふうに思いますで一方でそこの部分が改まらない状態でいろんな献金の流れっていうものを変えていくっていうことは、うん、なかなか難しいなと思いますねだってお金いるんだもんってことですね。 お金いる戦い方をして相手の土俵で戦って勝たなきゃいけないっていうことですから逆に言えば、その元々のえーなんだろう選挙にかかるとか政治にかかるあの高額な費用っていうものを変えるっていうことにもそして今おっしゃっていただいた企業献金っていうものに対して規制であったりとかルールを変更していくってことに関してもおそらくこれはえと政権を取ってそういう気持ちがある人たちが変えていく以外は方法はないのでえもちろんそういう 形にしていくべきだと私も思いますでも今すぐというよりかしばらくはそうはならないだろうなというふうに思いますあくまでも向こう側の土俵に乗っかって戦うものだからということですね将来的にはおそらくそういう形にしていくべきだというふうに思ってますまあ別に私が企業献金守ったってどこの企業からももらえませんからね <laughs> くれませんからねえまああの 主に個人個人け、ほぼほぼというよりも、もう全部個人献金という形でいただいている状態なので、っていうことなんですけれども。えー、っと、ごめんなさい。企業献金のことだけでしたっけ、今ご質問いただいたのは。あ、すみません。マイク投資お願いします。その経団連とか、まあ、日本会議とかいろいろありますけども、そういう、まあ、政治に、まあ。 まあ、口を出せるというか、まあ、そういう団体に、まあえー、と山本さんはどういうふうにお付き合いというか、まあ、対応されていくのかなということを教えていいいたただきでですすすありがとううございますそうですねあの経団連であったとしても連合であったとしてもいろんな団体があると思いますけれどもでも、まあ、あのお付き合いする必要があるならばお付き合いすればいいんじゃないですか。そう思いますで とは言いながらも、お付き合いがあるのと、彼らの言うことを彼らの言いなりになるっていうこととは全く別ですから、だからやはり最終的な方向性を決めたりとか決断するのは政治の側にあるというふうに思ってます、なので、そういう団体っていう部分に関してコントロールされまくっているっていう政治は、もう完全にあの、なんだろうな、政治家としての意識っていうものは抜あのなくなってしまってんだろうと。 それにはやはり理由があるだろうと思いますやはりお金であったりとか票をまとめてくれたりとかっていう部分ですねこれをやは,やはり変えていけるのは誰かっつったら政治とかじゃなくてやはり市民の皆さんなんですってことなんですよだってそんな団体に頼らなきゃ選挙である程度票が見えないとか勝てないポスター貼れないとかってことですね活動ができないだから労働組合に頼ったりとか何か他のものに頼ったりとかってことですね じゃなくて、いい候補者が立ったら、えー、みんなで応援するよっていう、市民の横のつながりがあるっていうのが、一番多分こういう、なんだろうな、企業側に頼らないとか、団体に頼らないっていう政治ができることだと思うんですよ。ありがとう。えー、あごめんなさい、ありがとうって、こっちにいた、今何分経過しましたっていうね、あのやつ出してくれたんです、すみません、マイク外して言えっていうね、すみません、ありがとう。<laughs> すいませんあの だから何かというと、やはり市民側が信用されてないんですよ。選挙に行くか行かないかも分からないし、応援するっつったって何かあったとしても、すぐになんかダメだっていう話になったりとか、共に歩んでいくとか、育てていくっていう感覚っていうものが、やはり市民,が市民の側に、えっと、おそらく市民の側にそれを感じないんだろうと思います、多くの政治家が。だからこそ、企業だったりとか団体に頼るような状況にあるんだろうと、逆に私は別です、だってそういうものがないんだからってことですね。そうじゃなくて この国の最高権力者である市民の皆さん、この国の株主、この国のオーナーである皆さんに、あなたがコントロールする側なんですっていうことをシェアしていきながら、その代理人として行かせてください、そこに力を集めてくださいってことをみんなとシェアしていきながら、ひっくり返していきたいなと思ってるんです。そんな存在が一番怖いんですよ、権力者側は。だって投票率低かったら勝つわけでしょ。そう考えたときに、あの逆に。 投票率低かったらこっちも勝てるっていうような体制を作っていくっていうか、ね、あのみんなで支えていくんだっていうことを日頃からやっていけるような体制っていう、まあ、一人一人がどう動くかってこと以外何者でもないんですけれども山本太郎もそうですけれども、えー、うぞうむぞうっていうのが一番怖いんですよ何をするかわからないってことですね何を考えてるかわからないしそういうような、えー、集団が。 全国でどんどん広がっていくっていうのが私は一番向こう側からしたら全く読めない逆に言ったら今の野党っていうのに対して政権側は何も怖くないですよ何も怖くないだって何,や何,をやる何をやるかってことはもう既に分かってるわけだしであのそういう意味で一番動きが読めないっていうような集団が力を持った時にはこれあの非常に楽しみな状況になるな すみません、ちょっと今、こ葉選んじゃった、失礼しました、そうだと思います、ありがとうございます。<laughs> はい、どなたかございますか、じゃあ、あなたをどうぞ。<laughs> <laughs> だって、もう当てるまで前でもう、はい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 言われるのもね、なかなか大変ですから、私のプレッシャー受けて、えー、太郎さんこんこにちは、えー。皆さんもご存知だと思いますが、えー、滋賀が舞台の映画、マザーレイクのい出しっぺのプロデューサーで、えー、55歳で役者になりました。 えー、この映画、えー、世界でレッドカーペットを歩かしてもらいまして滋賀県民も600人以上が参加していただきましたでそこにはやっぱりたどり着くまでに滋賀県はじめさっき湖南市の市議会議員の方もおられましたが、えー、滋賀県19市町全ての首長さんに滋賀のために滋賀の子どもたちがこれからも誇りを持って滋賀に住み続けたいという映画を作りたいということでその映画が完成しました。 えー、55歳でデビューしましたこんなアホな男は太郎さんと同じよじ思うんですよ DNA が全くで今大阪の南で、えー、インターネット TV の、えー、番組の番組を持っておりますぜひ一緒に出ていただいてこれから一緒に戦っていけたらと思います皆さんどうもありがとうございます失礼ます 1>, 1分で完全に宣伝していただきました。ありがとうございます。<laughs> あのインターネット番組の出演の話ですけれども、あの後ほど名刺渡しますので、そこのフォームからまたあの送っていただいてという形でよろしくお願いいたします。ありがとうございます。えー、そういう映画が作られているとことご存知の方どれぐらいいらっしゃいますか。あ、そうですか。ありがとうございます。あの数人確認できました。まあ二十名いらっしゃいましたよ。 えなのでこれから広がっていくんでしょうとやはりご当地でね映画を作られたということで非常に素晴らしいことだと思いますありがとうございます五十五歳で役者になったって変わり者ですね本当に <laughs> ありがとうございますはい他ございますかありがとうございますじゃあじゃあそちらの前から三列目の、えー、女性の方はいそのまま手を挙げておいてくださいありがとうございます失礼いたします浜口と申しますえっと私はあの えー、太郎さんが元気が出るテレビからあの好きで、あの今日も会いたくて会いに来ました。だから政治のことはよく本当にわかりません。ただえっ、ー、ともう単純にあの聞きたいことは、えー、まあ政治家国会議員さんの中でもあの信頼に信頼を受ける方、例えば、えー、尊敬する方いらっしゃるとは思うんですね。で。 えー、ただ、まあ、人間、所詮人間ですので、まあ、いろんな不正とか、まあ、法に触れるとか、そういうので問題になっている方もいらっしゃるじゃないですか、毎年出てくるじゃないですか、でその尊敬する方、信頼する方が、そういう場面になったときに、太郎さんはどういう対応をするのか、対処をするのか、どういう気持ちになるのかをお聞きしたいなと、本当に単純な質問で申し訳ないですけども、お聞きしたいと思いました。ありがとうございます えっと自分の信頼している人が、ある場面において、自分の考え方と違うものを選択してしまったときに、それをどう考えるかということでいいですか、ありがとうございます。まあでも、それ、しょうがないなと思います、それぞれの立場があるんだからということですね、まあ、もちろんできればそういう思いになっている人だったら、一緒にやってほしいなという気持ちはあるかもしれない。 けど最終的にその人がそれを選択するということには何か意味があるんだろうと例えば、えー、と自分の所属している政党の意思であったりとか何か地元になんだろうな自分への協力者その人の意向を組んだりとかそういうことだと思いますなのでなんだろうな100%自分と一緒ということはなかなかないだろうということですねそう考ええた時にやはり例えば その選んでしまったことがこの日本のこの日本の国っていうことに対して人々の暮らしに対して大きな打撃を与えるものであるならば、うん、よっぽどのことがあったんだろうなっていうふうに受け止めますうんそうですねそれ以上言いようがあるかな うんまあ、何かしらの理由を背負って皆さん判断されてるってことですねそう思います、うん、でも何かしらの理由を背負って、えー、なんだろう判断をしたっていうことに関しては例えばですけれども自民党の中にも私あのいい議員さんいるなと思うんですでその先輩の議員とかの中にも一緒の委員会になった時とかにねいろんなあのなんだろう 視察行って、まあ、1泊2日とか2泊とかでこう旅をして視察したりとかするわけですね他にも何かこう一緒にご飯食べる時とかがやっぱり超党派であってでどういう生き物なんだろうか山本はっていう興味からお話あの声掛けをしてもらうことがあるんですけど普段君があの訴えてることもうちょっと詳しく教えてくれへんかって言われる方もいらっしゃるぐらいなんであのなんだろう本当に。 腐りきっとんななみたいな人は逆に少ななないいいんじゃないかなと思いますはっきり言えばね。でもじゃあどうしてそういう判断するんですか例えば先ほどの TPP 野党時代には日本の主権が奪われるとまで言っておきながら反対しておきながら政権取ったら手のひら返したりとか例えばです分かりやすいところで言うとそういうところですねでその人の中でおそらく反対であったんだろうとでも賛成した理由は何ですかって考えた時にやはり自分の 次の選挙を考えたら政権が決めたこと党が決めたことに対して反対ってことにしちゃうとおそらく次もう自分自民党で干されちゃうだろうなってことを考えるとやっぱり賛成しちゃったとかいう人いると思いますよ、うん、でもそう考えるならば今いいこと言ってたとしてもそういうような日頃からの チョイスですね国を切り売りするようなことにつながる人々の生活をよりな地盤沈下させるようなことにつながるような判断を国会内で続けている人たち次の自分のキャリアのためにっていう人はうなかなか一緒に組めないでしょうねやはりそこが総括されるような選挙の結果にならなきゃいけないというふうに思いますいくらいい人でも。 だって保身のために皆さんを売るんですよ、そう考えたときに、やはり選挙でジャッジされるような状況をみんなで作っていくしかない、それこそ組織で戦ってくるんだったら、こっちも緩く横につながった市民のうぞ無ぞの力で、本当にそういう手のひらを返さないっていうような、自分の次の議席のために手のひらを返さないっていうような人を、国会の中に送れるような体制を作っていくしかないというふうに思います。すすいまません他ございますか じゃあえっメガネかけられてますか、えー、はいあなたですねそのまま手を挙げておいてくださいあ、こんにちは山本さん滋賀県に来ていただきましてありがとうございますボランティアの方もありがとうございますまず聞きたいのがまずもし山本太郎が総理大臣になった場合権力を持つことになると思います 人間は権力を持ったら天狗になってとんでもないことを犯す可能性があるんでその点を進んでほしいというのと次はあのもう一つは今公務員を増やすっていう政策があると思うんですけども国家公務員地方公務員があるんですけども地方公務員はそのままで増やすことが賛成なんですけども国家になりますと厚生省とかまあ正直言うて国市民を打って。 自分らの天下りを場所を請求する場がいっぱい増えてくると思うんですよだからその公務員を増やすことにはこ厚生省とかそういう天下りをやめてほしいというのが私の意見です以上ですお願いしますありがとうございますすごい1分以内で収まってますね えーっとまあ、権力持ったら人は変わるんだっていう話もよく聞くことですけれども、そうは言ったとしても、やはり、まあ、そこら辺を大きく私たちに権力持ったらむちゃくちゃしよるなってことを7年間勉強させてくれたのが今の政権なのかなっていうふうに思います、もちろんでもそれ以前の政権でも、もちろんそういうような権力の行使はあったと思います、あの小泉政権であったりとか、結局日本を衰退させるようなことにつながっていくような。 海外勢に何かを売っていくようなことを続けたようなあの権力っていうのはあったと思いますでもまあ少なくともでも権力を行使する時には抑制的にということは、えー、何だろうなそれぞれのお気持ちの中にあったと思うんですねやはりそれは重要なことだろうというふうに思いますまあそんな偉そうなことを言ってたとしても私今バッジありませんから で2議席しかないですからすぐにそういうような立場になれるとは思っていません、まあ、時空の歪みを利用してということで何かしらねハプニング的にあり得ることかもしれませんわ <laughs> かりませんよ世の中何が起こるかはってことなんですけれどもあのもちろん誰のために政治を行っているかということを重要に思っていくあの一番大切なこととして考えていくっていうのは、えー、非常に重要であろうと思いますありがとうございますで、えっと、私たち 令和新選組は公務員増やすってことを言ってるんですね。 でえー、関西圏ではよく聞く言葉かもしれませんけれども、その公務員に対して、あいつらはええ思いしてるやろみたいなこと、まあ、もちろんそれを言ってるのが維新さんが結構ね、そういう雰囲気を、空気を作ったのは維新側の人たちが結構いらっしゃるわけですから、えー、本当にその公務員増やすってどういうことなんだ、山本、やっぱり頭沸いてるなみたいなことを思われてる方もいらっしゃるかもしれないので、少しだけ説明させてください、普通に考えて公務員の数でいくと、先進国の中ではかなり日本少ない方だよってことをお示しします。 人口当たりの公務員数の主要国比較、この一番上の緑,側緑の色のところが国の名前が書いてあります、で一番下のところが人口1万人当たりの公務員数が書かれている、順番に見ていきます、フランス、人口1万人当たりの公務員数838、イギリス、828、アメリカ、595、ドイツ、566。 日本261っていうことなんですねこれだけ見たとしてもやはり日本は圧倒的に少なくないかってことですで公務員増やすっていうよりも公務員の役割って何なんだって考えると当然皆さんの生活っていう部分に対してしっかりとアシストをしたりとかその行政サービス的なことっていうのも当然のことなんですけど私公務員の役割っていうのは雇用の受け皿雇用の受け皿っていう部分で非常に大きな役割を果たすというふうに思ってます これも北海道とか行くとよく言われることで毎回言ってるんですけれども次男、三男、自衛隊みたいな話もよく聞くことだと要は仕事が少ないというような土地に関してやはり公務員というのがその地域の受け皿にしっかりとなってるっていう現実があるでもこれだけ少ない先進国の中でもねって話なんですねで私たちれいわ新選組がどういった人たちを公務員にしていくのかということも非常に重要だと思います例えばでですけれども現在正規で 正規ではない形で公務員の職に就かれている方々この方々をやはり安定した働き方につないでいかなきゃならないということなんですねどういうことか、えー、ごめん地方公務員の話で申し訳ないんですけれども出るかな地方公務員の実態ってやつですねありがとうございます総務省の4年に一度行われる一斉調査で出てきた数字です臨時非常勤の地方公務員全国に64万3000人超えるぐらいいると でそ,のうちあそのうちというよりも全体的に見たら何なんですかってことなんですけど5人に1人が臨時、非常勤という形で働いているでやってる仕事の内容はほぼ一緒正規と正規とほぼ一緒でももらえる給料全然違うっていう話なんですねでこれが、えー、都道府県っていうのを横に置いて、えー、指定都市だったり市区町村というところで見てみると非正規の公務員の数ぐんと上がるんですね。 そういうい状況なんですす実態はは本当はもっっと多くいいいるんだぜっていう話らしいです要は何かっていうと調査されたのが2016年の4月1日現在とされたんですね調査時点がその時点で在籍している者しか把握しておらず調査対象は任用期間が6ヶ月以上または6ヶ月以上を見込みかつ1週間あたりの勤務時間が19時間25分以上のものという要件を付しているこれがマジックなんだってことなんですね。 何ですか4月1日に契約をしたもの以外は調査から漏れるとだから実際にちゃんと包括的に調査をしていけばその数は増えていくんだろうってことですね4月1日を雇用しない期間いわゆる空白期間として運用している自治体では例えば臨時教員のように1回の任期を6ヶ月で運用していても在職していないことになるっていうような。 まあ数が少なく出るような形でやっちゃってるってことなんですね。で、まあ、どんな働き方ですかってことなんですけども非常勤公務員の平均時給1日フルで働いたとして1日8時間月20日で12か月計算してみた常勤公務員との年収で比べてみるとどれぐらいの差が出ますかってことですけれども結構常勤と見てみたら開きがあるよねってお話です。でえー、っと例えばですけれども、えー 給料で見てみるとかなりひどいと、小中学校非常勤講師、正規教員の4割から5割ぐらいしかもらえていない、臨時教員3分の1程度、まあ、もう保育士はね皆さん、皆さんもう言うまでもなくご存知のことだと思いますけれども、まあ、とにかくフルで働いてる、もうほとんど変わらない働き方してるのに、4分の1から3分の1程度しか稼げないじゃないかと、この使い方ひどくないって話ですよ。もう部品ですね取り替えのく そういうような働き方を実際に公務員という立場でも行っているどんどん入れ替えていっているというような状況であるとここれ正規にしたいんですよってことなんでですすよとな不安定な働き方されている方々が大勢いらっしゃるという社会は当然安定しませんよということですね。 望むならば正規という形にしていきながらちゃんとした処遇をもらった上でそのお金をちゃんと回してもらうこの国の経済活動を回していく主体の一人として私はなっていただきたいという考え方ですで、えー、先ほどの話ですどういう扱いを受けるか非常勤の方々が残業を支払っていない自治体が約3つに1つあると 通勤費用を払ってない自治体、約3つに1つ国、国の非常勤職員同様の休暇、休業を与えていない自治体、2つに1つ、ひどいですよね、扱いがね。ままあ、ボーナス出すことにしました。でも 結局、月のもらえる部分が下がってきますみたいな話もありましたよね、どんな扱いやねんみたいな話なんですけども、あまりにもちょっとひどすぎるじゃないかってことです。まあ、一応、どういう働き方かということをもうちょっと言っていいですか、NHK で現場の声の方々、番組で流された時のものですね、えー、市役所で児童虐待の相談員をしています、わが子を寝かしつけてから再度出勤、会議があるときは資料作成に朝までかかります、そして2、3時間寝てからまた出勤。 出勤している間はほぼ電話が鳴り続け時間外に対応することもありますこの仕事は誰でもできる仕事ではなく対応一つで命の危険を救えないかもしれない重い責任がありますストレスもすごくたまる仕事で寝られないぐらい重たい事案が飛び込む時も命を預かる仕事がこんな待遇であることは信じられません家庭相談員の方ですねまああくまでも例ですけれども まあ,ちょっとあまりにもありえない状況で働かれているしかもその扱っている案件も非常にデリケートなものだということを考えるとかなりひどいんじゃないかと思いますね不安定な働き方をできるだけ少なくしていくということが一番重要なんだろうとで一方で今お話しされた方は地方公務員は分かるよ地方公務員不安定なの分かってるからでも国家公務員っていう部分にまで増やしていくのはいかがなものかなっていうようなあのご提案だったと思うんですけど私は ももののによってはそうでなないいかなと思います例えばですけれども、えーと、超高学歴ワーキングプアみたいな方々もいらっしゃるわけですね。大学院まで行った超専門的な分野に、えー、ものすごく知識が深いっていうような若者がトラックドライバーやってるとか、トラックドライバーが悪いって話じゃないですよ。もちろんいいんです。けれども、本当に彼のこれまで積み上げてきたものが、 その仕事で生かされるかってことを考えた時にやはり私はそういう方々には、まあ、こんなこと言ったらあれですけどあの政府がよく使っている言葉なのでこの言葉の意味も変わってきそうな話なんですけれども適材適所っていうことをやっていった方がいいだろうってことなんですよだってこの国に資源がないって言われるけどじゃあってことは人間が資源なんだろうってことですね この資源を本当に有効に活用していくってことこそがこの国の力を強めるんであろうから、私はそういった高学歴ワーキングプア、だって1万人ポスドクを増やす。 ストドクターを増やすみたいなことを散々やっておきながら結局そこに対してもうあとは知らんみたいな景気がちょっと悪くなったからあとは知らんというような話にしちゃってそういうような人々を大量に生み出した過去もあるわけですからそういった意味でじゃあどういうところが一番ハマるのかって言ったら当然地方公務員っていうところでもそ,うその知見を生かせる場面はあるでしょうけど私は国家公務員としてもおそらくそういう枠はあるだろうと思うんですで例えばですけどすごく雑な話で言うと厚生労働省あるじゃないですか 厚生省と労働省が1つになったみたいな、でもこれ1つでちゃんと回ってますかってことですよ、私は回っていないだろうと、2つを1つにしていい話ではなくて、しっかりとそれぞれを省庁として独立させることが必要なんだろうというふうに思うんです、じゃなかったらブラック企業対策とか、そういったことに対してちゃんとできるはずないじゃないかってことですね。ってことを考えるならば、やはりこの省庁の再編、もう一回分離するっていうことも考えていかなきゃならないだろうと。 いうことを考えたときにはポストも生まれてくるだろうしそれだけじゃなくてロスジェネ10人雇いますみたいな話になってそこに1400人ぐらい応募が来るみたいな地獄みたいな世界でしょ今そこに対してしっかりと枠を作っていくとかっていうことも必要なんであろうと思ってます例えばそういうことで国に関わる仕事で国家公務員っていう枠も増やしていけるんじゃないかっていうふうに思ってます他にももちろん保育士であったりね介護に関わる方だったりとか っていう方々も、おそらくそういうような安定した職についていただく必要があるだろうと、だって少子化問題なんでしょって、高齢化問題なんでしょって、そこに対して解決策はもうはっきりしてんだよってことですね、何か金出すしかないんだよってことなんですよ、処遇の問題でしょって、一番はそこじゃないですかってことですね。 そう考えたときに、国が本気になったときには、その問題は解決できるし、打破できるっていう、当然のことをやらない、どうしてか、そのことに対して国はあんまり興味がない、金出したくない、今からじゃもう手遅れだろうっていうような考え方ですね、別に介護施設を増やしたっても、別に家族で見させたらいいじゃないかっていうような感覚でやってると、自助、共助でよろしくみたいなところで国を回してるっていうのが、私は何より許せないってことですね、自助、共助、よろしくって言ってる連中が、税金で食べてることがおかしいってことなんですよ。 私は、ね、そう思うんです、控除でやれることは何かってことを究極に突き詰めていく必要があるだろうというふうに思ってます、すみません、えーと、満足いく答えかどうかは分かりませんけれども、そういった不安定な職、先ほど言いましたけれども、ロスジェネであったりとか、要は国に人生狂わされたわけですね、1997年5%に消費税を上げるっていう間違った判断をした、もちろんこれにはもう一つ、アジアの通貨危機ってものも重なったけれども、結果、これが20年のデフレの。 本格的デフレの始まりになっっっちゃったってことですねそれを考えるならばその時にこそ国はしっかりと人々に対しての投資を行わなきゃいけなかったってことですそれをしなかった何をしたか縮縮ですよ禁逆に言ったら禁縮っていうことに対して要は政府が蛇口を閉める他にもプライマリーバランスの黒字化財政健全化とか財政収支とかっていう言葉 が出てくると何が起こるかってことですよ借金はダメだ入ってきた金だけでやれっていう話になるとどんな悲劇になるかってことをちょっとお話ししたいと思いますこのままいっちゃっていいですか 一回質問挟んだだ方がいいいでですすかかか大丈夫ここのままちょっとしてくださいこれあくまでも世界的な話です、アジアの通貨危機の時に、えー、どういうことが起こったか通貨危機が起こりました、えー、IMF= 国際通貨危機に助けてくれっていう話になった国と IMF の助けは借りんっていう判断をした国とどういうふうに分かれたかっていうお話をしたいと思います。国が 不景気になった状況が悪いっていう時にお金が国がお金を大胆に出すこととそしていやこんな景気が悪い時なんだから経済状況が悪い時だからお金は抑えなきゃっていうことを判断した国とどのように分かれたかってことをお話ししたいと思います、えー、IMF 構造改革の逆をやったマレーシアっていう話ですはい、えー、このネタはもともとこの本から取ってます 経済政策で人は死ぬ,の死ぬかっていう本ですね、えー。オックスフォード大学の教授、公衆衛生学だったり政治学をやっている方、えー、が,が書かれた本なんですね。もう莫大な資料をもとに、データをもとに、このような本をしっかりと検証して書かれたということです。経済政策で人は死ぬか答え、緊縮財政は人を殺しますっていう答えがおそらく導かれるだろうということです。IMF や国際機関に従って経済危機があったときに、 財政の緊縮を行った国々では貧困率が増加したり公衆衛生環境が悪化したと実証した本であると、はい、アジアの通貨危機97年の話ですねマハティールさんマハティールさんって言ったら今首相ですよマレーシアのこの間消費税をなくした人ですその人は97年にも大活躍をしたっていう話なんですね何か マハティールの反緊縮財政の経済運営によってどういうことが起こったかアジアの通貨危機っていうのが起こりましたアジアの多くの国で失業率の上昇食品価格の高騰債務の増加国民の生活や健康への悪影響が懸念されるような事態に陥ったとタイインドネシア韓国は IMF への融資を要請、ね、お,金をお金を都合してもらったってことですね IMF の財政融資は、緊縮財政、要は予算を削減しなさいっていうのが前提になるってことです。マレーシアは、IMF の支援を拒否したってことです。それどころか、むしろ70億リンギットの財政出動を決定した。うわー、やばい、財政的に厳しい、そういう時に IMF に金融資してくれって言ったチームと、一方、それとは全く逆のことをしたマレーシア。一体どういう…い 風に分かかれてていったかったことですね、はい、アジア通貨危機後、マレーシアが IMF に対して反旗を翻した IMF IM に言われてやったことこれはマレーシア以外の国はどんな状態ですかってことなんですけども、緊縮財政要は、えー、ケチになれとケチになれっていうことを求められた金融の引き締め外国資本の規制緩和海外の企業がもっと入ってくるようにしろそのために規制を緩めるんだということをやらされた金融機関の徹底的な整理 えー、結果、どういうことになったか、ひどい目にあった、で、逆に言えば、IMF に逆らって、マレーシアがやったこと、積極財政、金をもっと出すんだ、金融緩和、お金の量を増やしていこう、外国資本の規制強化、えー、そういうような状況の時に、海外企業が乗り込んできて、いろんなことを荒らされるのは困ると、えー、規制を強化した、他にも金融機関の再編を行ったと。 いいうことらしいですアジア諸国の中で目覚ましい回復を示した、えー、具体的には何かアジア危機に見舞われた国は GDP が大幅に減少するそりゃそうです出すお金をけちるわけですから1998年に GDP が大幅に減少世界銀行によると韓国は前年と比べてマイナス5.5%タイはマイナス7.6% インドネシアはマイナス13.1%マレーシアマイナス7.4%それぞれ減少したっていうような話が見れる全体的に見ると GDP だけで見るとはい禁出国金を出さない国で反禁出国金を出した国では貧困率に差が出てきたこれは見てみると何かインドネシアケチになった方は、えー、貧困率15%から33%にまで急上昇した韓国は 11%から23%に急上昇一方で金を出すってことを決めたマレーシアは7%から8%つまりは何かひどい状況に陥っているにもかかわらず貧困率をここまで小さく小さな上昇にとどまることができたその後は下降していったって話なんですね禁止国反禁止国では栄養失調でも差が出てくる何かケチったタイとインドネシアは 貧困率上昇と食品価格高騰の結果98年には急性栄養失調に陥る親たちが20%も上昇為替投機による通貨暴落で輸入品医薬品などが価格が上がっちゃった妊婦の貧血症も12%増加乳幼児の平均体重が著しく低下インドネシアでは乳幼児の死亡率も上昇、えー、逆に金を出したマレーシアは 国際金融資本の通貨売り、為替投機を規制し、悪い物価高騰を抑制した。貧困層の食料費補助も強化、栄養出張の親を抑制。えー、為替投機の通貨暴落と緊縮財政で医療コストが、えー、急騰した。高くなっちゃった。IMF の韓国,韓国を受け入れたタイ・インドネシアは、98年の保険医療支出も削減の対象に。 タイは前年比で15%減。インドネシアは9%削減と。何かっつったら、えー、緊縮財政、金を出さないっていう決定をした場合には、まずどこが削られますかっつったら、命に関わる部分がどんどん削られていく可能性が高いってことですね。公衆衛生であったりとか。で、インドネシアは医療費コスト急騰で、えー、医療機関、そのコストが67%も増えてしまった。青少年。 10歳から19歳の病院の利用率が3分の1減少、それはそうですよね、病院行ったらむっちゃタコつくみたいな話で、結局行けない、行けずにどうなったかってったら、当然、ぎりぎりでもうだめだっていう時に運び込まれるけど、その時には重篤化してるから、もうどうしようもないようなこともあったでしょうってことですね。タイでは、エイズ対策予算も削減され、97年から2001年で、エイズ孤児。 親が死んでしまいましたっていう人たちが8000人増加してしまった例えばですけどもう根本的なところとして例えばあのコンドームの配布だったりとかっていうものも当然そこから無駄な削減だってところからこう削減されていくんですけど逆にそういうブレーキとなってたものが外されていくってことになっていくとマレーシア違いました医療費の支出増やしたんです金出した IMF の勧告を無視98年から99年にかけて 医療費の支出を8増加させた医療機関にかかった人も18%増加、HIV 対策予算も増やした、マレーシアでは金融危機の間にエイズ患者は急増しなかった、えーまあ、っていう,ような話ですね、ごめんなさい、えーまあ、あまりにも長くなりすぎたらだめですから、だからこれぐらい本当に緊縮っていうのは人の命にかかる問題になってくると。ここのの年以上デフレが続いていてるこの国で 人々にしっかりとした投資が行われないということは、かなり危機的な状況になっていくってことですよ。もうすでに危機的状況だと思いますよ。子供の約7人に1人貧困でしょ高齢者の5人に1人貧困。障害者の4人に1人貧困。1人暮らしの女性3人に1人貧困。この先、より緊縮っていうような状況になっていった場合には、当然。 公衆衛生部門であったりとか、もうすでに公衆衛生部門だって削られてるでしょってことですよ。ねえ。統合されたりとか、事実上の縮小が行われたりとか。で、コロナウイルスだみたいな話になったときに困るわけですよね、これ。やっぱり日頃からちゃんとそういうところには予算をつけながら。 しっかりといつでも対策できるような状況にしていくのが普通だろうとでも、緊縮っていうことになっていくとやはりそういうような、えー、整理が行われ始めるそれだけじゃなくて命も脅かす状態になっちゃうと20年以上続いたこの国のデフレこの原因は何かといったら国の人々に投資をするということが的確に行われずに緊縮の財政が行われてきたもちろん自分とつながりのあるところには金出すんですよってことですでもそれ以外のところにはそうはならないってことですねこれがどんどどんん極まっっていけばどうなるかっつったら 先ほど出てきたような事態にも陥りかねないだからこそ今しっかりと底上げする必要がある産業を守るそれだけじゃなくて雇用を守る安定させるってことを今国がやらなきゃ本当に先々やばいことになるよっていう気持ちでいっぱいですだからやらせてほしいっていう気持ちなんですねほかございます長いこと喋ったな今すいませんねもういつ終わんねん山本みたいなねあどうしまし <laughs> ようようようみたいな感じで、<laughs> じゃあそちらの方どうぞ。そのまま手を挙げておいてください。上原由生です。よろしくお願いします。えっと滋賀県の共産党の石黒委員長さんという方からお話を聞いたときにことをちょっとお話ししたいんですけれども、滋賀県のお水、滋賀県の琵琶湖が あ,のありますけれどもその琵琶湖はえっと近畿地方の飲み水になっているというお話を聞きました。であの原子力発電所福井県の原子力発電所があの稼働する時に、うん、滋賀県の大津のどなたかがあのすごく反対されたそうなんですけれども稼働をしてしまったということで、えっと、もし福井県の原子力発電所が 事故になるとその琵琶湖のえっとお水が汚染されてしまうんだろうなと思ってすごく怖いなっていうふうに思っています。以上です。ありがとうございます。えっと人が生きる上で何が必要ですかって考えると空気が第一位、二位は水、三位がた、えー、食料であるというような並びになると思うんですよ。でそう考えたときにやはり 原子力で事故を起こしてしまったときには、そのすべてをやはり汚染させる結果になってしまうということだと思います、で結局何が起こってくるかっつったら、えーこれまで適応、これまでとは全然違う数値のような食べ物も出回る可能性があるだろうということですね、食べ物や飲み物ということですね、基準がっていうことだと思います、基準を上げていけばいいっていう考え方ですから。 まあ、そうは言いながらも今、事故が起こった東電原発のその周辺というところでは国が定めた基準例えば食べ物で言えば 1kg あたり100ベクレルというものの数値に届くような食べ物はほとんど出てこないと実際に生産者が作られたものですね。どううしてかっていうとそれあのは 例えば畑とかに巻かれるようなゼオライトとかっていうもので根っこから吸収されないような状況になっていくってことです、まあ、そういうようなことで調整はされていくだろうけれどもでも事故ったらやばいっていうのは当然なんですよねでその被害っていうのはえなかなか収束することが難しいということだと思いますでこの琵琶湖って考えるならば当然近畿の水がなわけだから当然どれぐらいの距離うううのなるほど,どうううえっと直 30キロそれどこから、大井原発から40キロって話ありました、それ、どこ、大井原発からどこまで琵琶湖まで、まあ、琵琶湖も広いですから、どこ,こを出発点として計算してるのか分かりませんけれども、今、調べたら、琵琶湖から大井原発まで直線で40キロぐらいっていうような話、直線じゃないか、それ、ナビタイムとかで見てる <laughs> そしたら、高速通ってみたいな話もね、何たりとかすると時間変わるかもしれません一般道で見てみてみたいな、そういう話じゃないよ。<laughs> 大丈夫ですまあ30キロか40キロだと,とそういう考えるならば当然事故った時にそれ影響を受けるか受けないかってう受けるに決まってるやんって話なんですよ。ねえ。で水っていうものが汚染されるっていうことは非常にまずい話ですねそう考えた時にやはりこれをどうやって止めていくかってことを立地自治体だけに任せていい話じゃないっていうのは当然のことだと思うんですよ。ということはじゃあじゃあ例えばですけれども滋賀県の知事であったりとかっていうのが他のその近畿県の 他の首長さんとも交渉していくべきだろうと思いますねうち水預かってんねんでっていう話ですねそういう意味でやはりその関西電力に対してあのその原発の稼働っていうものをやはり認めないっていうの方向性に持っていく必要が本当はあると思いますだって生命財産守るのが政治の役目なんだから、ね、そう考えた時にその関,西関西電力に原発を稼働させる能力があるかっていう部分 もううやっぱり見るる必要があると思うんですね、まあ、不健全なやり取りがあったっていうのはね何か小判もらったりとかいろいろお得情報いっぱいあるじゃないですかいいなあそんなもらえてって思った人もいるかもしれませんけどいろいろ考えた時に当然その原発の、うん、私たちは原発もうすぐやめるっていう話をしてるんですよ。だってもうごめん あのの地震のやつ見せてもらえる30年で S クラスがいくつとか阪神大震災もしくは阪神大震災と同等もしくはそれを上回るような S クラスの地震が起こると言われているようなものが全国に31か所ぐらいあるんだよということですね、えー、政府の地震調査研究進推進本部25年前の阪神・淡路大震災を教訓に国は全国で活断層の調査を推進発生確率のリスクを評価しました 現在、地震が起きる切迫度が阪神・淡路大震災の直前と同じかそれを上回る活断層の数31って話なんですね。はい、そういう話なんです。で、えー、非常に恐ろしい話ですけれども大丈夫なのか <laughs> 大丈夫なのかなまあまあ、えーと、とにかく原発銀座ですからね。 日本海側にはたくさん原発がありますからそれによって影響を受ける可能性も当然あるであろうということですねごめんなさいもう細かすぎてちょっと見られへんなすまません、まあ、とにかく、えー、こういった断層系の地震であったりとかその他にもいろいろこの国には災害がもうやってくるっていう話ですよね、えー、南海トラフですか例えば南海トラフっていうことを考えたとしても土木学会の試算では20年間の経済的損失1400兆円みたいな話ありますから その1400兆円レベルの損害を与えるような大きな地震であったりとか災害に対して原発が耐えられるかって言ったら耐えられるわけないやろうって話なんですねそう考えたらもうやめる以外方法ないじゃないかってことですでエネルギーどうするんだみたいな恥ずかしいことを聞く人は多分この中にはなかなかいらっしゃらないと思うんですけれども当然もう脱原発というか原発なしでもやってきたっていうような時は多々あったわけですね 再稼働されていない時定期点検だったりいろんなもので止まっている状況だったりとかってことです何かっつったらもうこの国の今の主力は火力でしかないってことですね主力は火力ですでその火力の中でも、えー、特に環境負荷が少ないと言われているような液化天然ガスっていうものを使っていくあくまでもつなぎですけれども主力は、えー、天然ガスでやっていくっていう方向にもうはっきりと火事を 切るしか方法はないと思ってます CO2 どうするんだって話もありますけれどもじゃあ何でやっていきますかって言ったら自然エネルギーだろうって話も出てきますけど自然エネルギーで100%賄えるような状況にないんですからその話はちょっとあの何だろう、えー、逆に言えば原子力を推進したい人たちの話に乗っちゃうことになるってことです原発対自然エネルギーみたいな話では戦えないんですよはっきり言っちゃって逆に言ったら向こうの思うつぼなんです だからこそ日本は当然 CO2 の排出っていう部分には考えていかなきゃいけない部分はあるけれども日本は本当に地震国でありこれぐらいの30年間にこれぐらいのやばい状況ってものがしっかりとデータで出てるわけだから CO2 の排出だけを考えるならば原発はありって話になっちゃうからこれは避けた方がいいってことですね事故を起こして放射能をばらまかれてもいいのかって話ですよだから私たちには猶予をくださいということを世界に対して話をする必要があるだろうと。それだけじゃなくてこの 天然ガスに対して、えー、環境負荷をより軽減するような技術革新に私たちは大胆に投資をしていくとそれも成長分野として私たちは後押しをしていく所存であるということを示していく必要があるんだろうというふうに思いますもちろんその天然ガスっていうものを使いながら、えー、環境負荷を軽減させるような研究もしていく、えー、傍らで当然自然エネルギーのインフラっていうものを整えていきますとそれは何だろうな 大規模なものメガソーラーとかっていうものではなくてそれぞれの地域の特性というか、えー、それぞれの自然状況に合わせたようなものを使っていくということが必要であろうと例えば、えー、なんだろうな降、えー、水力であったりとかねで小型の、えー、地中熱を使ったりとか。 やり方はいいいっぱいあると思います羽根のない風力であったりとかそういうものも存在しているということですから大きなグリッドでの発電っていうのは、えー、極力、もう避けていくっていう方向で、えー、自然エネルギーを小さな単位で、えー、作っていくっていうようなインフラを整えていくってことが必要なんであろうとだから、えー、っとそうは言っても原発は動かそうとするでしょうねおそらくねそれに対して解決する方法は金しかないってことです。金 お金でですす原発立地帯もそう当然ですねこれまでも何十年もリスクを分かった上で引き受けてくれたっていう人たちに対して次の産業は何ですかっていうことをやっぱり国が真剣に議論をしでもちろんその地元の人たちとのコミュニケーションという部分だったりとか何よりも金だってことです金と仕事大井原発の町長に直接話を聞きに行きました再稼働するとかしないとか2012年の時ですね。 その時に言われたのは、原発どうやったらやめたらいいですかって聞いたら、金やっつってました。ですよねっていう話ですね。話が早い、当然です。生きていかなきゃなんない。地元にも産業がなきゃいけない、当たり前の話。そこに対して、えー、サすタばで顔をしばきまくるっていうようなことで、これまで続けていただいたってことですね。逆にこれは非常に罪深いことをやってきたんだろうということだと思います。なので、これまでお世話になった方々に対して、立地帯に対して、やはりあの誠意を示さなきゃいけない。 プラスそれに関わってきた企業に対しても何かしらのインセンティブ原子力を諦めて別のものに移住するっていうことをやはり国が責任を持ってやっていくだから先ほどお話ししたような成長産業としてのより環境負荷が少なくなるような火力っていう部分に関して研究を進めたりとかですね、そのフィルターであったりいろんなものがあると思います他にもその廃炉にするっていうことであるならばこれだけ原発いっぱいあんねんから世界のトップレベルの廃炉技術っていうものを確立できると思うんですよね。 前に進めば、そういったものに対してもしっかりと、えー、投資をしていくっていうようなことが必要になるのかなと、今のままではいつ何があるかは分からないってことですね、今のままこのまま推移すれば、おそらく第二の東電原発事故は普通に起こるだろうというふうに私は思います。すすすいいままませんありがとうございます他ござざ他か <laughs> すごいすごいアピールの仕方ですね、頼ますわって、今、頼ますわ言った人、誰ですかえあじゃあ、もうそちらの頼ますわの方、すみません、もうそんな変わったアプローチもあるんですね、ありがとうございます。 あのすいませんえっとねこれ全員喋れるっていうわけじゃないんですよごめんなさいいやそれ分からい <laughs> すいませんよろしいですか <laughs> すいませんあの世界平和を考える人はいきなりもうマイクが回ってこないことで総会やみたいな立ち回りなのやめてもらっていいですか皆さん <laughs> すいませんよろしいですか <laughs> はいどうぞ、はい、お願いします私大阪の川地松原来ました川地松原からやってもらいましたえっと11年前にね 市長選挙でて運動してました途中で脳内疾患で倒れまして一旦夢を諦めかけましてある人に夢は見るもんじゃないと叶えるもんだと言われてそれでこの間参議院選挙でレアの見させていただきましたそれでまたあ夢は叶えるもんだなと見るもんじゃなくてね 私4万4万四万万千まで固めてました票をねその時今の現市長が3万8千です投票率10%下がってね最近ずっとやっと喋れるようになりましてもう11年です倒れてからね意味はやっぱり叶えるもんですか見るもんですか ありがとうございます倒れてから11年でその夢を今,今一度叶えるっていうようなお話なんですね今のなるほど河内松原からいらっしゃったってことで、はい、なるほどこの11年間の間にこの河内松原の、えー、と政治であったりとかその河内松原の中の人たちっていうところの何かあの 直接的な声みたいな生活がこうなんだとかっていう声とかもよく聞かれましたか何かえ私がねまあ高齢者でもあるしそれで障害者になって一番わかったことはいろんなことあります自分がそうなってねそれで 一番つらいのはね家族にね「障害者は障害らしく生きてけ」と言われる時あるんですよ。私一生懸命自分でジ G バンはぎれんにベルトを締めれるように努力してねなったそーてンを掘られるベルト掘られる何で掘るんだし障うがしゃはゴ,ゴンバンドでええとズボンはねベルト目で閉めんでええと。 今は同居ですね今ね娘と障害者は障害らしく人とけって言われたらね身内をかえらやたら一番辛いですで自分がやっぱり高齢者でもあるし障害者になって一番よく分かるんですねいろんなことがだから再度挑戦してみてね一品、 空に光を、地に花を、底に、底辺に光をね、与えてやりたいと。私三回死にかけてるんですね。この前に直腸癌になってるんですわ。この命を、どうかね、使えたらなと思いましてね。で、夢はだから叶えるもんかな、見るもんだけのもんかなと思いましてね。で、今日、知り合いの社長にここまで大阪から。 乗せてくてもらいまして、家族内緒で来てます。今日は <laughs> 内緒来てます。何考えたいって今言,言われるの分かってるからね。そんそんな体すぐだそんな体だって言われるから、もうそれやって辛くて <laughs> すみません。ありがとうございます本当にあのー。 これそうですね、まあ、ご家族の中でもそういう理解といいますか一番つらいと思います、あのご家族もね何がつらいかといったらやっぱりその家族で見なきゃいけないというところですね、やはりそこって一番やっちゃいけないことなんです、本当は。本当はね行政の際 ちょっととマイクをもういいいですすかありがとうございます障害らしくして言うからねもう怒られるの嫌やからねあの介護職の人に聞くんですわ障害らしくてどうしたらなれるんですかねだからそういうような質問たされたことないとあの人と会いたくないとか一年中同じジャージ着てるとか。 だから前向きにするのはどうしたらいいかとか。そういう質問を受けるけど。障害者らしくしてくるという質問はき、あの、だから聞いたことないから。答えられんと。うん。私ももう怒られんの嫌やからね、家族に。です。すみません。とんでもない。ありがとうございます。まあ、あの。夢を見るものか。 見るだけのものなのか叶えるものなのかってお話ですけれどもあの一番は何かって言ったら当然夢はあの夢は夢は見ながらで実際にそれをの叶えていくっていうようなやはりセットにできるような世の中になっていくべきだろうというふうに思いますでその中にもやはり自分の見た夢が叶わないというような実現,あの現実も出てくると思います。あの だからその夢というものが自分の目標がどこに定まっててそれに見合うというような状況が作り出せるのかそれともそういう機会が与えられるのかとかっていろんな条件が重なった上でそれが実現できるのかできないのかという結果が出てくるんだと思いますなのであの一番今の世の中を見てて何かというと夢見るという状況じゃないということがあの多くの人々の直接聞かされる声からあの私が なんだろう,な受けなんだろうそのメッセージを受け取るっていうか夢見るどころでないっていうか、うん、想像もしたくない自分の将来なんてもう想像もしたくないっていうような声って結構聞くんですよねもう早く終わらせたいとか消えてしまいたいとかっていう声をよく聞きますであの夢を見るものか夢が見れる世の中じゃなきゃ希望もないですよ何もね でもちろんそれを見た夢を追いかけられるような社会であってほしいなと私も思いますでその最低限の部分は何かといったらやっぱり生活であろうと生活が不安定であるならば当然夢を見るっていうことも不可能であろうしなのでまず最低限人々の生活が底上げされるような社会を実現するのが政治の使命であろうと 少なくとも叶う叶わないは別にして、夢見て当然だろうっていうような、あの社会にすべきだろうというふうに思います、で、それとはまた別に、直接のお話なんですけど、今、おいくつなんですか、ごめんなさい、年齢なんてお聞きして、70歳、なるほど、まあ,あ、国会の中では70歳って言ったら、働き盛りですから。<laughs> <laughs> 私ぐらいの年齢だとまだ幼稚園入ったぐらいの扱いですからね <laughs> 70歳ってたら現役世代ですよあのバリバリのねなかなかやめようとしませんからみんなそういう意味で政治の世界ではあのまだその働き盛りの世代に入ってると思いますでじゃあマイクをあちょっと待ってくださいぜひマイクであの松原市でねキッチョというやけど居酒屋やってるんですよだから 個別訪問はその夜中ですわ来たんはね続けたんは個別訪問1,000回私もう夜中やったらもう水商売とか食べ物屋さんですねその途中で倒れましてねで個人訪問個別訪問はできてないわけですわそれでまあ一応4万4千ぐらいの自分の夢でねまあ一応固めたんですわ ありがとうございます。えっと。まあ、四万四千票を固めたというお話でしたけれども、その十一年前のお話なので、それが今また、それが。なんだろうな、そのままスライドするとはなかなか難しいところだと思います。今はも三万ぐらいですね。今、まだ三万もある。<laughs> むっちゃ勝ち気や。<laughs> <laughs> あとはもう不動票だけですね。あとは不動票だけ。はいはい、<laughs> なるほど。そう私学歴もないしね。 で、学でもう最後の栄光やね、あんななるほどえっと何を言おうかとし,あのし,したかってことなんですけれども、まあ、ゆえ夢は見るだけのものなのか、えーはい、もしくは叶えるものなのかっていう話なんですけど、はい、私は夢を見てそれを実際に叶えられるような状況にしていきたいというふうに思ってます自分自身も。でそういう社会であってほしいと思うしでそれで駄目だったとしてもまた同じものなのか違うものなのかわからない。でも なんだろう自分の可能性に向けてチャレンジし続けられる社会であってほしいそのためには生活が安定している必要があるっていう話なんですねで今ご発言いただいた方のお話にあの寄せていくともう一度市長選ということになるとするならばこれやはりこの11年間のブランクがあるから、はい、なかなかこうリーチするのはハードル高いかもしれないなっていうのが、はい、あの率直なあの感想です今はね<で>だから個別訪問してるんです今やってるんです,んですかはい個別訪問 そうですか個別選回今やってる旋校選回なるほどたそれはあの市長ということではなくてその市議会の議員という立場ではだめなんですかあのうちはね私とこはね政治家でねおやじからずっと政治家ですねあなるほど地盤があるとほいでそれは滋賀県です私滋賀県元とねあなるほい <laughs> で52年前の2月12日木曜日に あの駆け落ちしてきたんですわまたこれドラマチックな話になってきて <laughs> 10時57分の各駅電車であもう歌の歌詞みたいですねはあもう五十1 2日で52年です丸、ま、なるほどえっとまあちょもう一度お話戻りますと、はい、えっとまあ十。 11年前に市長選に出ようとしたと、票は固めてたと、でも病に倒れてしまった、はい、で11年間のブランクがあって、今またあの個別訪問などをやられているという状況ですけれども、はいはい、市長選ってかなりハードル高い部分あるじゃないですか、でこれ、市長じゃなきゃだめなんですか、これ議、市議会の議員として、例えばご自身の経験を持ちながら、あのなんだろう、その議会に加わっていくってことは、難しいんですかね、あねあのまあ、皆さん、試役所一行ったら分かると思いますけどね。もう あっっちちの窓口こほんで私はできたらもう上から下に下ろしたいとだから開かれた姿勢開かれた市長室もう私は直接市民と会って聞いてで上から下に下ろしていくとそ,そういう政治したいんですよね忖度しまくるって素晴らしいじゃないですか <laughs> 市民に対してね市民に対してちゃんと、えー、まあ政治は俺はもまた国者としてええと思ってね なるほどありがとうございますまああの夢,夢を見ながらそれを実現していくっていう社会であってほしいと私は思ってますであの私も夢見るだけだったら実際に行動を移してませんあの夢を見るとともに実際に動きながらその夢に近づいていこうとしてますのでなのであの今のお話の中だったらもうどうしても市長だっていうようなお話だと思うのでおそらくチャレンジされるんですよねおそらくね先々。 そうですね。え、なるほど、ありがとうございます。あ,あの、ずっと十一時なんかね、下向いてね、後ろ向いて。毎日涙流して歩いてね。ほんで。前回の参議院選挙。山田代表の演説聞いたり。あ、自分も前向いて歩るこうと。ほんで、今日。寄せてもらって、ありがとうございます。あの、ご自身でちょっと、あの。 ぐっとくるものを抑えながらご自身のお話をしてくださいましたけど、はい、やはりあのなんだろうな自分のそのセルフストーリーでおそらく同じような苦しみを抱えている方々同じ年代であったりとかでそれを見守っているその下の世代であったりとかあの響くお話は数々お持ちだと思いますのであのそういうスタンスでといいますかこの11年間で苦労された部分だったりとかっていう部分をどうしていくのかっていうことをまた、ね、どんな政策作るのかっていうのを見てみたいです。 はい、なので、あの政策、政策集みたいなものができたときには、ぜひ、あの事務所の方まで。送っていただけると、助かります。ありがとうございます。<laughs> まあ、いいですよね。あのやりたいこと、があるって、素晴らしいことだと思います。ありがとうございます。ね、みんながそうやってチャレンジできる世の中になるべきだというふうに思ってます。どなたがございますか。ありがとうございます。じゃ、そちらのサイドの、はい、あなたです。そのまま手を挙げておいてください。 っあ座った番号ですす失礼します、えー、私、奈良から来ましたんですが、この間、押、えー、している衆議院議員、馬渕住夫の新年会で、山本太郎先生の話を聞きまして、どんなやつかなと、ちょっと興味津々で今日は来ました、まあ、その中であのいろいろな政策、YouTube で見,せ見させてもらったり、聞いたりしまして、大、ま、体、あ、分かった、半分分かったかなという感じなんですが、1点だけ、なんかあのどこの、 メディアか分かりませんが、えー、竹島の問題をやったらいいとか、うん、ないらないと言ったのかどうかよく分かりませんかそういうような発言があったとっいうんですがその辺の真意はどううなんでししょうかお願いしますすありがとうございます、えっと、まだ国会議員になる前ですねで、まあ、テレビ番組、えー、っとなんとかかんとか委員会 そこまででっっていいんかいでしたっけあの番組に出た時に、まあ、芸能人枠として出たわけですよで事前の、えー、アンケートみたいなものに答えたもので、えー、そういうものにつながっていったと竹島問題どうしますかって言った時に私が考えたのは要は領土だ領土だっていうだけでその領土を守るという行動は大してしてないよなっていう考えになったってことですで私その頃その頃と言いますかその,あのそれまでの間に 韓国との合作とかっていうことで実際に撮影でねあの俳優やってたんで韓国での撮影とかっていうことで韓国を何度も訪れる時期があったんですよ。でその時にソウルとか走ってる時にこんなすんごいあの道路に宣伝の看板が出てたりとかするんですね例えばカジノカジノの宣伝広告が看板が出てて。 でそこに何かこう韓国の文字で何キロみたいなことが書かれてるわけですよ。で通訳の人に「あれ何て書いてあるの?」って聞いたら「えー、とドクトまで何キロ」って書いてあるみたいな。でそれ日本でありえないじゃないですか道路走ってて広告にその、えー、と島まで何キロみたいなことだからその普通にもう完全になんだろうな教育であったりとかいろんな日常的なものに対して そののの領土への意識であったりりとかっていうものが完全に刷り込まれてんだなっっていうあの考えだったんですねその時に感じたってことですで一方で日本は固有の領土だっていうだけで特にそういうアクションっていうか民間であってもそういうアクションをするような状況だったのにそういう状況にないっていうのが本気じゃないんだろうと領土だ領土だっつって本気じゃないんだったらもうややこしく揉める島だなったらもうあげちゃえよっていうような逆説的な意味で言ったんですね,その時はねで それで大炎上したんですよ本当にもテレビの中ではちゃんと説明したはずなんですけど、まあ、どこがどう使われてるか分かりませんけれども、まあ、そういうことで今でもそれ言われますあいつは島やれっつったみたいな話ですけど、まあ、でもあの実際にねその領土問題っていうことに関して日本側がちゃんとアクションと言いますか話し合いをちゃんとね向こう側にも何だろうけ制するような動きを見してれば。 実行支配されてなかったと思うんですよ実際にもう今島に乗り込まれてるわけですよね竹島っていうのはだからもうこの時点でアウトだろうって話ですねはっきり言っちゃうともちろん固有の領土であるってことは言うっていうような姿勢っていうのは続けるんだろうけれどもでも実際はもう実効支配されちゃってるっていう状況ですね領土だ領土だって言われるけど蓋開けてみたら蓋開けてみたらっていうか現実を見たら実効支配されちゃってるところまで行っちゃってるわけだから そりゃそうだろう向こうは本気だよって、向こうの方がアクションとしてはってことですね、でもこの領土問題っていう部分を最終的に突き進めていけば、これもう戦争になっちゃうっていう部分も、これ、側面としてあると思います、だからこそあの先人の知恵でね、この中国との領土問題に関しては、これは先の世代のよりいい解決策ができるだろうから、そこまでちょっとあの私たちは手をつけないでおこうというようなあの流れがあったわけですよね、例えば中国と日本の間では。 田中角栄さんの時代ぐらいの時からずっとあったわけですよね、そういうことが。で、まあ、なんだろう、一方で韓国との間には、おそらくそういうようなしっかりとした話し合いであったりとか、牽制っていうものはなされてこなかったんだろうなと思うんですよね、だからこそ、自己支配されるところまで行っちゃったんだろう。でもその裏にはやはやり、 韓国側の政治国内,国内的な政治で、えー、うまくいってなくて目をすらせるためにそういうナショナリズムに走るとかっていうような利用のされ方もあったんだろうし、まあ、これはもう簡単に一言では言えない問題なんですけれども、うんまあ、どうしてそういうことを言ったんだっていうことに対して私は韓国に行って韓国側の,その道路に立ってるいろんな広告からもその竹島まで何キロみたいなことがアピールされていることに非常にびっくりをして。 で一方で日本側は何やってんだろうって考えたときに、全然本気のようには感じられないなっていう率直なことで、それで揉めてるんだったら、どうせそんな本気になってないんだったら、上げればいいじゃないかってことを、逆説的に言ったら大炎上したっていうことですね。で、今、どう考えてるのかってことですけど、今だったら当然そんなこと言いません。<laughs> 当然言いません。ただ、今、領土問題ってことを考えたときに、やはりあの当然話し合いで決着をつけるべきだ。 という話ですじゃないと、結局はもう最後は戦争になっちゃうってことですね。当然、戦争まで行かないにしても話し合いってことをベースにしていかなきゃいけないし相手側が当然乗ってこないってことならば、えー、当然、なんだろうなそ,の、あのー、それを審判してくれるっていうような機関に対してそれを訴えを続けるべきだし当然、向こう側が乗ってこなきゃその審判始まらないということが前提であったとしても日本側は訴え続けるってことが筋なんだろうと。 何よりも実効支配されるような状態にされてしまったのがかなり問題であろうというふうに思ってます、まあ、この話をするとおそらく北方領土みたいな話にもつながっていくと思うんですけれども、まあ、北方領土自体はもうなかなかロシア側は返してくれないだろうというのが当然のことだと思いますそれはもうやはりアメリカとの関係ということをよく分かってるから北方領土についてもしも返してもらいたいんだったらアメリカ側にちゃんと了解とっとけということをプーチンさんから釘刺されるぐらいですから それ何かっていうと島返してアメリカがより広い範囲で訓練をしたりとかその他北方領土に対して基地を作るっていうことに対してロシア側は警戒をしててそういうことはしないっていう了解を取れてるのかってことをあのプーチンさんに直接、釘刺されているわけですね。だから まあちょっとタイ,プタイプとしては違います、タイプとしては違うけれども、でもそれぞれの国にとってもそういう思いはあるかもしれないですね、逆に自分たちの防衛線が下がってしまうとか、アメリカが支配しているっていうような日本において、実質的には日本はアメリカの植民地っていう立場にありながら、日米地位協定みたいなものだったり、安保みたいなものがこのまま継続していけば。 自分たちの防衛線が下がるような状況、要は日本だけじゃなくて、アメリカも入ってくるっていうようなところが範囲が広がってしまうってことに対して、ひょっとしたら領土問題でもそういうような危機感というものは持ってるかもしれないですね、あのロシアと同じようにってことです。まあ、基本的にはでも、領土問題に関しても話し合い、当然です、あの政治っていうものですから、外交で解決していくっていう姿勢がなければ、これ、最終的には外交の失敗で戦争につながっていく問題ですから、基本は話し合いでやっていくしかない。 そこに対しても話し合いにならないんだったらそういうような審判してくれるような国際的な機関で向こう側が乗ってこなくても言い続けるってこと以外の判断はないんだろうなというのが今の私の考えですすみませんありがとうございますでねもう時間がないんですよでえっとどうしようかな一分あげられないです質問そのままいけますかどうでしょう質問にそのまま入れるという前提でだから10秒ぐらいですよ 問題にそのまま言っていただくということでじゃあ10秒で、えー、と3名いきましょうか10秒 <laughs> いたいた <laughs> 圧力団体おったじゃあもうそちらの方で、えー、とそちらの方で女性の方手を挙げてましたね奥の方でどなたか手を挙げてませんでした後ろの方で女性あじゃあそ,その階段沿いのあなた覚えておいてくださいね自分で,でもう一方、えー、とこちらサイド行きましたから。 <laughs> どの下が若いかよく見えないんですよ、すみません、<laughs> 暗くてですね、<laughs> 今の声聞くかりあなたも若そうですね、じゃ若い人、えちょっっと待ってど,のど,どこですか若い人、<laughs> 若い人結構おるやん、<laughs> じゃ中学生、10秒できる中学生 じゃあ,えっと、あなたと、じゃあそこの、えー、マスクしてるあなたも若そうなので、あなたも、じゃあ10秒ですよ、じゃあ4人の方に10秒ずつのお時間をということですで、ごめんなさい、最初はこの方です、あいいですよで、あなたはその後ろ、マイクフォロー、後ろ、手上げて、後ろの人、当てた人、女性、後ろの方、もっと手を上げてくれないと分かりません、もっともっと、マイクフォローしてる人が見えるように。 右側じゃないですよマイクフォローの人左側階段近くの女性ですじゃあどうぞ10秒ですよ、はい、あの一つだけです外国人参政権についてどう思われているのかお聞きしたいですマイクは私の番ですので。<laughs> お後にしてくださいちょ,ちょっと待ってください、はい、もう今の流れなのでここから行かせてください、で次にどうぞということですね、ありがとうございます、外国人参政権という部分ですけれども、国政においてはなかなかハードルが高いだろうと思います、一方で、地方参政権というのは、世界でも、えー、結構認められてるんですね、外国人に対して、いろんな要件があると思いますけれども、少なくとも私は、えー、その太平洋戦争が、 太平洋戦争の前、ですね結局は大日本帝国の臣民として扱われていた人たち、要はもっと平たく言えば在日在日コリアンの人たち、何代にもわたって税金を払い続けてくださっている方々ですよね、そういう方々で、もうしっかりとこの国に寝下ろされている方々に対しては、まず地方の参政権という部分。 これれは認められるべきじゃないいかと思いますなぜ地方の参政権なのか国政ではありません、地方の参政権です、なぜかというと、当然、ゴミの出し方一つっていう部分に関しても自分たちの意見というものに関して自分たちの代表者を送れないということですね、それを考えるならば私は世界の状況から見,れば見てもこれは送り出されるべきなのじゃないかそれは許可されるべきなんじゃないかというふうに思います、出るゴング一回切ろうかこれ見といた方がいいと思います、はい、も,っともっと多くなかったこれ 大体ですねごめんなさい、今出てきたあ,あったあったあった,ったありがとうございます、ああ、もういろいろちょっと頭,に頭から出してくれへん、ごめん、一番新しいやつっていうかい、一番わかりやすいやつ出してありがとう、あこれか、えー、っと、ごめんなさい、国籍を問わず国政、地方選挙ともに参政権を増えをしている国っていう国だけを見ると、まあ、 選挙権だけ見るとニュージーランドチリウルグアイエクアドルマラウイとかは、えー、国政選挙においても選挙権がもらえたり地方レベルでも選挙権はもらえるただし選挙には立てないよっていう状態ですで他にもごめん地方参政権だけ認めてるような国とか出る有名な国の名前でまあ多分ご自身で調べていただいたらよくわかると思いますおそらく分かった上で質問されてるかなんとなく聞かれたかはわかりませんけれども地方の参政権っていう部分に関して特に 見ていただければどういうことなのかっていうこととが分かると思います多分こういう話をすると炎上するんですね、やっぱりあいつはなんだ、半島の手先だみたいなこと言われたりとか、中国のスパイダーみたいなこと言われるんですけど、現実、先進国で見てみれば、地方の参政権、しっかりと根付いている人たちに対しては、何、えー、だろう、地方の参政権を与えるというような国が結構多く見られるということだと思います。はい、ありがとううございいますで続いての方どうぞ 令和新選組の、えー、国会議員になられた方2人とも障害者の方です。これは非常に立派なことだったと思います。自分が党首でありながらなられなかったと。これはね政治家としては素晴らしいと思います。それで今度はその何てうんですか全国的なその衆議院選挙ですかこの時にこの時にですねあの候補として 立てられる方の資格というか山本太郎さんが考えておられるやはり勝たなければなりませんのでいわゆる志を同じをしてしかもネームバリューがあるとこれはやっぱり表因につながると思うんですけどねそういうことはやはり考えて 今度の選挙に臨まれるかということと、もう一つはご自分自身がやっぱり党首としてね、議員になってもらわんと発言力がね、やはりマス,マスコミに対しても違うと思いますので、これも山本さん、ここでもう確約してください、自分も党首して国会議員になると、どうですか,ですかって。<laughs> もう1分ぐらい過ぎましたね、ありがとうございます、えっとまあ、あの当然ですな、何かしらバッジをつけてなければ発言権というのはなかなかこうあの認めてもらえない、何よりも中で発言できないという部分に対しては、やはり私の中である意味でのハンデということになっているのかなとは思います、でもその一方でバッジがついていないことを理由に、え今日ここもここにも来れてますしね。 全国ずっと回れてるっていうのは非常にプラスであるとで、究極は何かっていうと私が受かる受からないっていうのはもちろん私たちの努力もありますけれどもこれはもう それを決める権利を持たれている方々がどういう投票行動をされるかということに尽きるんだろうとで言われたことは何かというと例えば前ですけれども、えー、船後木村という、えー、令和の、えー、重度障害難病患者の、えー、2人が受からなきゃ山本が受からないというような特殊なルールの使い方をした結果私が落ちちゃったということですね。 やれるのかってことなんですけどあの、そのつもりでやりたいというふうに思ってます。というよりも衆議院はまた戦い方が違うってことですね、それを考えるならば、あのそういう形になっていくんだろうと、ただ、その衆議院でどういう候補者を出していきますかってことを考えたときにあの、参議院の令和みたいなあのメンツで、非常に分かりやすい、面白いっていうような状況にはなかなかなっていかないと思います。というのは何かっていうと、やっぱり衆議院で小選挙区で勝つってよっぽどのことなんですよ、これって。 どれだけ地域とつながってるかっていう努力を普段からしてるかっていうのが最低限求められる部分で、えっとまあ、当然、えー、っとそれが全てとは言いません。 だか,らだからこそ、えっと、それ以外の魅力っていう部分で、その選挙区で勝てなかったとしても比例復活ができるとかっていうところを、えー、やっぱり担保,担保していくっていうか、そういう議席の増やし方っていうものも必要であろうと、そこに有名人だったり、ネームバリューがあったりとかっていう話ですけど、ネームバリューあるってことは当然、それなりに所得が高かったりをするわけですよね、で今,より今の所得よりも落ちるってことを分かっていながら、政治家になろうと思う人なんて少ないですよってことなんですよ。 でしかも制限されんですよ、いろんなことが、囚人監視のもとに置かれるわけだから、みんな言いたい放題じゃないですか、政治家に対しては、何言ってもいいんですよ、ある意味、ちょゴミ箱、山本太郎に関しては、ある意味、たんつぼみたいな扱いですから、<laughs> 失礼、汚い響きになっちゃいましたけれども、まあ、それぐらいの、えー、思いを持ってやれる人っていうのは、なかなか多くないってことです、その、なんだろう、著名人っていう中においてはですね、そう考えるならば、なかなかそういう人たちを引っ張ってくるってことは難しいであろうと。 だから、やはりその常日頃からその地域を回ってるっていうことになるならば、これはひょっとしたらもう元議員だったり、そういう話になるかもしれないですね、他にも議員にはなったことないけれども、地域で活動されてる方だったりとか、そういう方もいらっしゃるでしょう、だって100人立てるっつってるんだからいろんなバリ、あのいろんな人たちが集まることになると思います。うん なので、まあ、先々、その100人がどういうラインナップになるかっていうのはまだまだ全然分かりません、今、一時公認で、おそらく発表できて、まだ10人、えー、どれぐらいになるか分かりません、だけどそういう状態なので、えーまあ、もうただでさえ人材不足ですからね、政治は。そういう中で手を挙げてくださるっていうだけでも、よう手を挙げましたねって話になっちゃうんですよ、本当に、それぐらい人材なんです。 まあその中でも、えー、令和とやりたいと言ってくださる方がいらっしゃるなら、あ,のありがたい話なんですけれどもってことです。すみません、えっと、次の方、えー、先ほど私が指名した方、手挙げて、はい、もう一方いましたね、手挙げて、はい、マイク、えーっとあ、どうぞどうぞ、近いところから渡してください、もう一本ありましたよね、マイク、はい、次、彼ですから、じゃあ、そちらから最初、今手あの、立ってくれたあなたからどうぞ。 えっと、次の衆議院選挙に向けてどのように支持を拡大していくのかというのと、えーまあ、中学生の僕にでもできるようなことを教えてくださいいありがとうございますどうやって支持拡大するかということなんですけれども一番手っ取り早いのはテレビに出ることなんですね。 1%, 1の視聴率で100万人の人間が見てくれるっていう垂れ流しのんだろうな,箱なんですよテレビはある意味これに乗っかるのが一番早いんですけども残念ながらなかなか乗っかれないって話ですねそう考えた時にもう草の根以外ないんです草の根で回っていくしかないだからこういうような活動外でやること箱でやることっていうことを積み重ねていきながらっていうことをやる以外ないただそれだけではなかなか広がらないじゃあ広げるのは誰だっつったら 令和を応援したいとか、消費税をなくしたいとか、そういう思いを持った人たちが横にいかに広げられるかってことを積み重ねていくしかないんです、雰囲気だけでは票が取れない、雰囲気だけでは山本太郎さえも落ちちゃうっていうのがあの参議院の結果です、国政政党になってすごいじゃないかみたいな話ありますけど、2議席ですから、で代表も落ちてますから。 その広がりはどこまであったのかつ言ったら私は限定的であっただろうというのが先の選挙の総括ですじゃあ何が足らなかったんだろうということなんですけれども当然知られていないということが一番大きいんですけれどもそれをら広げていくためには何ができるかつ言ったらもう草の根でしかない草の根オンリーそういう話なんです。 で中学生として何をやっていけるかってことですけどその草の根をぜひやっていただきたいこれ、ちょっと待って中学生がポスター貼りに参加するとかっていうのは OK なのかな政治活動やったら OK かなちょっとま,またちょっと選挙,選挙活動はもちろんだめですけども選政治活動であれば OK なのかな,なんかあのどうですか周りの中,中学生ですかあなた中学生の中で政治の話ができるようなお友達とかいないことはない なるほど。そのいないことはないっつってる人たちがえっ、ー、となんだろう支持してる政党ってどんな政党ありますか。えまあちょっとそういう政治に関して喋る友達はまあ二三人いるんですけどはあの多分令和新選組しか知らないと思います。いいですね。<laughs> <laughs> じゃ逆に言えばその若いポスターチームみたいなものもありですよね全然できることは何ですかと聞かれたからもしも答えるとするならば横に広げていただきたい横に広げていただきたいっていうのは例えば自分のクラスだったり自分の学校だったりっていうところでこういうことを言ってる人たちがいるよっていうことを広げていただいたりあと選挙権 をすでに持っているような年齢の周りの大人であったりとかっていうことも多分リーチできる先だと思いますそれ以外にもう一つっていう話だったらあのポスター貼りであったりとかテレビになかなか出れないのでポスターで強制的に街の中で目の中に入れてもらうっていう作戦ですねそういうこと一応確認しておいた方がいいんちゃうかない今確認してますあの本当に政治活動であるならば、えー、できるかどうかその確認が ok だったらあの ぜひもしもお時間があったらそっちの方に力を貸していただけたらというふうに思います。まあダメだった場合も後でお知らせしますね。はいありがとうございます。で、もう一人ありがとうございます。えっと山本太郎さんが抱えていらっしゃるえっと米軍基地の建設中止と移転について、あ移転に対して自衛隊がどう埋め合わせをするのかということと、あと防衛費についてお教えてください。 沖縄の辺野古新基地、これ必要ですかって話ですけど、私は必要ないと思ってます、で必要がないと言ってるのは、私の意見でもありますが、えー、ウィルカーソンさんのやつ、もう一回出そうか、まあ、以前、まあ、これまでもずっと出してきてるものですが、これ以外にもありますけれども、手短に言えるので、これにさせてください、アメリカの元陸軍大佐が辺野古に対して必要がないという話をされているというものです。 はいえー、ジョージ・ブッシュ政権でパウエル国務長官の首席補佐官を務めたローレンス・ウィルカーソン元陸軍大佐のインタビューの中からです。はい 海兵隊の本部が90年代の前半に国内外全ての海兵隊基地や構成をどうするか見直そうと検証作業を行ったでこの方もその作業に加わった一人ですってことですねで沖縄海兵隊という存在ももちろん検証の対象になったよってことなんですで部隊の実弾射撃訓練や飛行訓練爆弾投下訓練をする地域として沖縄の適合性を調べ運用は極めて厳し、えー、難しいと判断された 朝鮮半島有事の作戦計画などをはじめ、対中国、対東南アジアへの展開を含めて、沖縄の海兵隊の戦略的な役割を調査したと。その結果何が分かりましたかってことなんですけれども、その検証後、沖縄の海兵隊は戦力規模小さすぎて太平洋地域に前方展開させる戦略的価値はないと結論付けられた。けれども、プラス面もあった海兵隊としては、 コスト面では米本土に移転するよりも日本側の費用負担があるので沖縄に駐留を継続させる方が50%から60%安くなることが分かった。 何かっつったらこのままいけば沖縄から撤退しち,ゃしちゃえば米本土に戻るってことになっちゃえば何が起こるかっつったら海兵隊という組織自体が縮小されちゃうっていう目に遭うこれを止めるためには日本側にとどまって日本側に金を出させるってことで海兵隊という組織を守るという判断になったってことですねで、えー、兵隊の沖縄駐留というのは何ら日米の安全保障とは関係ないんだってことをおっしゃってる元陸軍大佐ですからね辺野古の基地は 中国など外部からの攻撃に脆弱であって23発の精密誘導弾の攻撃を受ければ滑走路は跡形もなく消え去るって話なんですよ。何作ってんですかって話なんですよ、じゃあ。誰の利権のためですかってことですよ。ね、そう考えたときに、まあもちろん海兵隊としてはあなたたちのために基地作りますよってって悪い気しませんよ。そうですかっていいんですか分かりましたって話になっちゃうけど、日本側としてはこれ作ったとしても。 精密誘導弾3発でもう跡形もなくなくなってしまうようなもんなんだから超脆弱,脆弱だよって対中国になんか脅威あおってるみたいだけどもしもの時には役に立たないからねってことを元陸軍大佐がおっしゃってるっていう話ですからそう,いうそう思った時にこの辺野古の新基地っていうものを作る理由は一体何なんですかってことですね。 もちろん、これに関わる建設利権だったり、いろんなものを守るために推し進めたい、もしくはもう一つあるとするならば、沖縄に対して政府に逆らったって絶対無理なんだぞっていうことを踏みつけるためにも絶対実行するって話ですね、そういう意図があるんだろうという話だと思います、じゃあどうするんですかってことですけれども、当然、もう中止に決まってるやんって話ですね、それはなんでかって言ったら、過去の何度も選挙で沖縄の民意はっきりしてるばかりか、やらなくてもいいはずの県民投票までやってるってことですね。 それではっきり示されてるっていうことを考えるならば当然あれだけの小さな島にねこの日本に存在している米軍施設のその多くが詰め込まれてるっていうこと自体に対して日本国民としてこの国に生きる者としてやはりここは心を寄せっていう。 判断といいいううううものが一番必要だろうというふうに思いますでこの基地がなかったからとしてその中国からの脅威にっていう話はもうそれはもう完全にねひっくり返されてるわけですからそう考えるものをそう考えるべきであろうとじゃあ辺野古の大体どうして辺野古が必要なんだっていう議論になったかといったらこの普天間っていう世界一の危険って言われるような基地これをなくすためにはあっちが必要だよっていうような話で始まってるわけですそのロジックにされてるわけですね。 そう考えたときに、じゃあもう、その基地自体を、辺野古はもうやめますと、でこの普天間、もうこれ、申し訳ないけど、返してくださいと、じゃあ、どうするんだよ、海兵隊はって話になったとしたら、カルフォルニアにお帰りください、日本で負担してた費用はそのまま継続します、今後10年、10年間はとか、例えばですね、そういう話にしていく必要があるんだろうと、出て行けだけじゃ出ていかないですよって話ですね、当然ですね。 ただ向こうとしても組織としての生き残りをかけてやってるわけだからこちらとしてもじゃあ沖縄にいてる体としてお金を払うっていう部分をアメリカに帰ってもらってあのやってもらうという話でいいんじゃないかなって私は思うんですけどねそれこそが本当になんだろう 自国民ファーストということを実現するためにも必要であろうというふうに思ってますで、えー、とその辺野古の基地がなくなったことによってより防衛力を増大させなきゃいけないのか普天間に対してより増大させなきゃいけないのかって話ですけど私はその必要がないんだろうと思ってますどうしたかっていうとだってあの小さな島に70%以上の米軍施設詰め込まれてるわけですねそこに対して普天間がなくなったとしても関係ない話だろうと私はそう思ってますだって視力はカデナーなんでしょって いう話ですね、そう考えたときにこれがもしも全部の米軍基地っていうものが日本から撤退するとかっていうおそらく遠い将来の話になるかもしれないですそういった時には当然私たちがんだろうな自国を守るための装備というものに関しては深めていかないといけない部分はあるだろうけれどもでも今米軍とこういう形でやっている現在でさえもごめんあのファイヤーパワー出してくれるから一番最新のやつで。 どれぐらいの火力を日本が持っているのかって話ですね。出るかなずいぶん長いこと話しますけど私も暴行的に限界を迎えてるんですもう30分前ぐらいから。<laughs> はいいありがとうございます2019年に軍事力ランキングが公表されたアメリカの軍事力評価機関グローバル・ファイヤーパワーってことなんですけれども55以上の要素を総合的に評価して世界137カ国の軍事力指数のスコアを算出したって話です、えー、そこから言うと日本の軍事力ランキングは、えー、日本の世界の6位だって話ですねでこれこれをどこまで高めていかなきゃだめなんですかって話なんですよこう考えた時に1位を目指すんだっていう話ですかってことです 1>, 1位なんてなれるはずないよってことですね。あれだけのアメリカっていう国ががありながらっっててことですねって考えるならば、もう6位でも十分じゃないかって話なんですよ、私からしたら。はっきり言っちゃうと。っていうか、やはり先ほどの領土問題の話じゃないですけれども、えっと、おそらく軍事に軍事をっていう形にしていくと、もうこれ、天井ないです、もうずっと、上いくしかない。 これは抑止力になるだろう、抑止力になるだろうってことの積み重ねで、結局最終的には核を持ったりとかっていうことになっていったりとかして、それで勝てますかってことなんですよ。対中国ってことを考えても無理でしょって、東京に一発落ちたら日本終わりますよってことですね。でも向こう攻めきれるかって話ですよ。あんなに広くて奥に深いっていうところは攻めきれないでしょって。でも一発あれば抑止力になるんだって言いますけど、向こう何発持ってんのって話ですね。 そこで競争したって、私はもう、あのー、なんだろうな、もうこれ以上のそう,いうそういった意味での競争っていうことを重ねていくっていうような、世の中ではもうないと私は思います、もちろん、その選手、防衛という部分に関して、日本がしっかりと自分の姿勢化、領海、領空、領域っていうところを守るということの装備は必要っていうことを考えた上で、世界6位ってもう十分じゃないかって私は思うんですよ。 これに上乗せするっていうことをするよりかは私は、やはりしっかりと対話をして外交をしていきながら対話をしてでそのな、えー、なんだろうな対中国とかだけじゃなくてそれ以外のアジアとも連携していきながらより経済発展していけるような話し合いを深めていく方が安全保障につながるんじゃないかと。 でもう一つ自衛隊ということの存在ってことを考えるならば私は専守防衛という部分で自衛隊に活躍してもらうということももちろんのことながらやはり災害の対応という部分で私は全国の被災地から、えー、自衛隊はリスペクトされている存在だと思っています。 そう考えたときに、やはり、えー、いろんな被災地において自衛隊はヒーロー的な感覚を持っている子どもたちもいるわけですね大人になって自衛隊入ったよっていう人もいますから私、実際に何人も会ったことあるんですそう考えたときに世界中のどっかで被災にあったところにはいつでも私たちは一番に駆けつける準備があるっていうような、えー、その災害支援災害に対しての救命 救助ってことを積極的に行っていくっていうような自衛隊であ,るあってほしいって私は思ってるんですね何かとでたら、ね、それ以外の自衛隊のスキルも使いながら世界中に恩を売る世界中のヒーローとして自衛隊っていう存在になっていってもらいたいってい思いがありますなので自分たちの私生活っていうところで自分たちの専守防衛ということから外に出ないアメリカの二軍として自衛隊は使わさないっていうような立場を取りながら 自衛隊が海外に出るときには人助けのために行くんだ、それも救助、救命のため、復興のためっていう形にしていきたいというふうに思ってます、これも安全保障だっていうふうに考えてまます。すいません私の暴行も限界でございます。 皆さんのお尻の方も限界かもしれません。もう座りすぎて。最後です。ポスターあるんです。ぜひこれで私たちにお力を貸していただけませんかあなたのお家にもしも貼っていただけるならば、16年前の私の写真が微笑むこのポスター、ぜひ貼っていただきたい。で、お家のみならず、周りの ご家庭などにもですねご相談していただければ、えー、よその家にも貼らしてくれませんかという運動で自分の家も無理、近所も無理ということならば、えー、どこか知らない土地に行ってピンポンを押して山本太郎の,、えー山本太郎のえー、応援しているものなんですけども消費税廃止ということをやりたいんですポスター貼らせてもらえませんかという話ですねポスターの数が多い地域は得票率も上がるという結果出てますなのでぜひお力を貸していただきたい。 ポスターボランティアです。で、他にもですね、ボランティアたくさんあります。あなたのお力を貸していただけないでしょうか。ボランティア募集中です。もちろん、この会場でも受け付けてますが、令和新選組のホームページからも、えー、ボランティアへの登録がしていただけます。そしてですね、LINE です。ぜひ、LINE でつながっていただけませんか この先、消費税5%で野党とやっていくのかそれとも独自でやっていくのか滋賀県の候補者はどうするんだ近畿はどうなるんだみたいな話に関しても皆さんと私たちからこう情報を発信するようなことでつながらせていただきたいということですで宣伝させてください「僕にもできた国会議員」という本を出してます6年間山本太郎の参議院の活動と国会ってこんなとこですよっていう裏話そういうものが詰まった本なんですけれども売れてませんすいません でもう1冊「あなたを幸せにしたいんだ」というタイトル「山本太郎と令和新選組」去年の、えー、終わり頃に発売になりました山本太郎以外は全員濃い人みたいな話ですね山本太郎が一番の薄味そういうような裏話たくさん書いてあります、えー、この本もこの本もお金を出すお金を出して、えー、買うっていうことは嫌だって方いらっしゃると思いますなのでそういう方のためにこの本もこの本も、えー、図書館にリクエストしていただけますとただでお読みいただけますで 100人、最大で100人候補者を立てると言っている私たちですけれども、候補者を公募しております、ホームページ行っていただくとここ、このような画像がありますので、それをクリックしていただけると、公募していただけます、お申し込みいただけます、郵送でも受け付けております、で2月6日時点で599名の方が公募に応募をしてくださっております。 えー、この先も応募・公募を続けていく、えー、形でございますでなんですけれども先ほどお話をしました入場料だけで100人立てたら6億円選挙費用だけで全部で20億円でもそれでもギリギリっていう話なんですけれどもこの会場にはもちろんお金持ちの方いらっしゃいますよねいらっしゃらないありがとうございます全国共通ですありがとうございます、えー、じゃあ 宝くじ当たったとか、ロト6でどうにかなったとかっていうような噂聞いたら、ぜひあのその情報をお寄せください。私が直接そのお家の家をピンポンしたいと思います。で、もしも奇跡的に、ああ、500円だったらいいよみたいな方でご協力いただける方がいらっしゃったら、えー、ぜひお願いしたいんですが、注意事項がございます。あなたのご寄付、無効になる場合がございます。何なのか。 はい政治資金規正法によって政党への寄付は他人名義または匿名による寄付は原則としてできないご寄付の際には本名が必要なんですけれどもご本名が書かれてないばっかりに頂い,いたお金が無効になるってことがございました例えば何が書かれていたか名前がない場合とかメッセージを名前の欄に書かれたりとか令和新選組とか関係のないことを書かれてる場合は無効になってしまうんですね無効になったものはどこに行くかっつったら「国庫に納付」あなたから令和 に頂い,いたお金が国庫に納付されるなんておかしな話ですがそのようなことが起こっています必ず、えー、いただける方は本名をご記入ください他にも無効になるケースがございます何なのか、えー、封筒に必要事項がちゃんと書かれていなかったり書かれてはいるんだけど字が読めないみたいなことになりますとこれ大変ですまた国庫に納付でございますどんどん減っていく国庫がどんどん潤っていくという現象が、えー、起こっておりますぜひお気をつけください えー、このあと、ね、山本が皆さんをお見送り出口でお見送りをしたいと思いますですぐに帰らなきゃいけないんだって方から立っていただいてまたですよ、私がおしっこ行ってからの話ですからねねすいません、ね、もうこん,なたいこんな状態でこんなマイク握ってる政治家、なかなかいないでしょ見たことないでしょ、<laughs> すみませんね、でえっと、先にあの出ていただく方を優先的に。でその 他の方はですねツーショット写真撮られる方がいらっしゃったら出口付近で撮りたいと思いますなので、えー、まずすぐ帰らなきゃいけない人から立っていただきそのあと写真を撮りたいよとか撮ってやってもいいぜっていう方がいらっしゃったらまだお座りのままお待ちいただくとでスタッフの方から、えー、ご案内をさせていただくということで、えー、進めてまいりたいと思いますもう大変なななことになってきましたねなのであの 本当に急がなきゃいけない方は出ていただいていいんですけれども、あの急ぎだけれども、トイレは待てるって。方はそのままお待ちください。すいません。じゃあ,あしかしじゃ大西常喜さんが2月9日にですね。大江八幡にいらっしゃいますえ。お金の秘密について裏側について。大西常喜 えー、皆さんにお話をいたします、えー、とにかく、えー、ですか JP モルガンで、ね、働かれていた方ですよバブルの匂いぷんぷんですそのお金のプロがお金の秘密を皆さんにお話しするという回でございます2月の9日大江八幡ということなので、えー、よろしくお願いいたしますではトイレに行ってまいりますありがとうございました